3周年だよ。今回はかねてから告示していました通り3周年特別企画ラジオ。あ、ひなこちゃん、はい、つかみは OK。 ゆすけです。かねてから告知していましたが、今回は3周年記念特別ラジオ企画ということで、珍しくですね、珍しくというか初めてかな、このゲームチャンネルで、動画をアップして3年間を振り返ってみようじゃないかなと。今回 BGM はシスプリでお送りしていこうかと思います。これはですね、シスタープリンセスピュアストーリーズに入っているミュージックモードですね。これいろんなね、BGM 入ってるんで、ちょっと長女を変えながら、地下げのテーマにしながら、まあ、今回はね、ラジオですので、どうぞ作業用にでもね、流して聞いてくださったら嬉しいかなと思いますよ。いやはや、しかし3年も続くとは、3年もやるとは、本当に最初は思っていなかったもんで、最初の頃はそれこそその同時期に始まったネットラジオの企画の付随と言っちゃなんだけど、でも知り合いだけが見て楽しめばいいかなぐらいの軽いテンションのね、そういう気持ちだったんですが、だけどこういろいろなゲームをプレイしていくうちに、ね、ありがたいことにチャンネルを登録してくださる方も増えて、そこでね、知り合った方なんかもできて、なんだか自分でもこのゲーム実況というものが好きになりましてね。ちょこちょこ BGM を変えながら。私自身やっぱりそのおしゃべりをするのがすごく好きだもんで、だから喋りながら、大好きなおしゃべりをしながら大好きなゲームをするっていうのは、ね、これは本当、まあ、実況というものにはなっていないような気もするんですけども、だけどやっていて、とても面白い、楽しい時間を過ごさせていただいております。でもね、もっとこうやっぱり喋りの質をね、上げていきたいなという向上心みたいな、最近徐々にこう出てきて、まだまだ本当に勉強中だもんで、いろいろ今回の機会にですね、過去の動画も自分でね、ちょっと見返してみたんですけど、まあ、やっぱり喋りが乱暴だったりね、するところも多々ありましてですね。先日ですね、とある神社に行きまして、そこでおみくじを引いたんですよ。そしたらそこのおみくじに、騒ぐなと、いうふうに書かれておりまして、騒ぐな、あ、これかと思いましたね。だからこれからなるべく落ち着いて騒がず、やっていけたら、喋れていけたらいいのかなと思うんだけど、でも、ナッキーみたいなさ、ああいう女の子が出てきちゃったら、そりゃ無理だよ、騒いじゃうよ、それはもうナッキー言っちゃいますからね。あのナッキーのあのイベント好きだったわ。学校の前でニコってされるやつ。あれ毎回会うとハート1個ピロリンって溜まるから便利なんですよね。桜崎高校、あ、ナッキー、あれ、どうしたの先輩。ナッキー、いや、久しぶりのナッキー。このイベントはもう本当？ 8 回ぐらい見てるような気がするんだけど。この後ニコ、あ、違う、この後ウフの後ね、ピロリンでニコリ、これがもう本当にナッキーフェチにはたまらない。なんだナッキーフェチって。この3年間でプレイしたゲームの数は17本。おお、これはなかなかのものじゃないですか。ちょっとですね、これらを全て並べてみた写真を撮ってみたので、ちょっとご覧ください。それがこちらでございます。ドーン。いやー、こうやってみると本当に結構やりましたね。ずらーっと並べてみると、本当にね、ブルーシカゴブルースおかしいよね、これ。ちょっとね、目立つなー、目が怖い、ブルーシカゴブルース。あとはやっぱりこの、リフレインラブ一作目のジャケットのこの、おしゃれ加減っていうのはすごいあるよね。いや、これらすべて購入してますからね。プレステ2のソフトはこれ2本しかやってないですね、意外とね。他はすべて、まあ、初代プレステの作品ということで、90年代の作品が多いかな。ちょっと自分の中でもあるのは、昔子供の頃恋愛ゲームとかをすごいプレイしたかったんだけど、でも恥ずかしくて買えなくて、少年の伊助くんは
もちろんね、お金だってお小遣いをもらって買うわけですから、もう買ったりしたら全部家族にバレちゃう。それがもう恥ずかしくてね、開き直れないオタク少年だったんですよね。でもね、いろんなゲーム雑誌とかを見るたびにね、うわいいな、この女の子かわいい、こんなやってみてえなーなんて思っててね、一番やりたいと思ったのは脱衣麻雀のゲームだったんですけど脱衣麻雀、うわ何これ、もうエッチッチじゃーんっていうのはね思ってて、だからね、なんかその頃のこのやりたかった夢をね、今まさにこのプレイしているという感じなのかもしれませんね。脱衣麻雀のゲームはプレイしてないけど、だからね、それらのゲームをプレイできている今が楽しくてね、もちろんね、恋愛ゲームだけじゃない、いろいろなゲームを、プレイしてみたいなと。さて、少し前はね、海の日でございましたけども、これ冒頭の海だよあひなこじゃーんのこのネタこれ分かりましたかね。これはね、ちょっとぜひとも言っておきたかったなっていうところで、ちょっとね、元ネタはこちらですというね、海だよ総集編というのがありますので、ちょっとこちらもご覧ください。どうぞ。海だよー、海水浴にやってきましたよ。さあ、あひなこちゃんそしてまたまた海だよー。さあ、あひなこちゃん海だよー、海水浴イベントです。可愛いワンピースって言ってたからね、どんな、あひなこちゃん言うと思ったよね、もうね読めてたよね。海だよー。さあ、それじゃあ、はるかの赤いビキニよ、ひなこちゃん、海だよー、海水浴にやってきました。さあ、それでは昨夜のセクシーな水着姿を、ひなこちゃん、もうこの流れもお約束みたいになっちゃった。海だよさあ、ロイヤルブルーの水着をね、買いましたけど、一体どういう感じ、あ、ひなこちゃん、もうなんかね、落ち着くよねこの流れ海だよね、可愛い水着を買いましたけども、ひなこちゃん、はい、行きましょう。海だよー、マリエちゃんは来ていないけど、海水浴なんだしな、せっかくの海水浴なんだから楽しんじゃおうぜ、あひなこちゃん、海だよー。さあね、白雪との海水浴、ビキニの水着を買いましたからね、一体どんな、ひなこちゃん、海だよー、ひなこちゃん、はい、サクサク言うよ海だよー。さあ、ひなこちゃん、何これ、毎回やらなきゃいけないのこれ海だよひなこちゃん、海、ひなこちゃん、海だよひなこちゃん、あ、ひなこちゃん、ひなこちゃんいやー、なんか改めて見て俺元気だなひなこちゃんも元気だけど、お兄たまもなかなか負けず劣らずというところで、まあ、さて、それではですね、今回はこんな機会でございますから、一つずつ最初からですね、プレイしていったゲームを順番に振り返っていきましょう。私立ジャスティス学園、私立ジャスティス学園熱血青春日記2、いきなりこれから始まったんですよね。最初もなんか、その、はじめまして、よろしくお願いしますみたいな、そんな挨拶とか一切なく、いきなり始まった、このゲーム実況のチャンネルだったんですけども、ジャスティス学園はですね、格闘ゲームなので、メインはもちろん格ゲーの部分なのですが、この熱血青春日記というモードで、恋愛シミュレーションのように遊べるというのが、これがまた面白くて、一応女性メンバーは全員攻略できたのかな。最初にプレイしたのはアキラ。アキラちゃんがね、これがまあ可愛らしい。普段はね、ヘルメット被ってますからね。普段バイク乗ってる時はこういう口調なんですよ。ね、男っぽい感じですけどもね。ありがとうアキラ。これ後ろを二血してる時とかって、ね、結構女の子、ね、ボディタッチしちゃいますよね。いやらしいですね、これ。おおほほほ。また強そうなのが。これが番長のやつだ。
兄貴、うん、あいつら女の子だもんな、うん、そうだよね、あのアキラは正体がバレないように男子校でヘルメットをかぶってんだよ、女の子なのバレないように。こっちの方がよっぽど目立つけどねよっぽど怪しいけど、バレるバレないの問題じゃねえよ、うん、入学できてんじゃねえよこれの格好で。アキラも大変だな、うん、やっていくよ、うん、どうしたの、あらあらかわいい、ほらかわいいでしょ。そこからひなた、なつ、ティファニー、京子先生、ランという風にですね、格ゲーのキャラってやっぱり特にこのビジュアルがすごく個性的だったりして、ジャスティス学園というこの世界観も相まってなかなかなカオスな状態だったりもするんですけども、でもタイトル通りですね、熱血青春日記、青春を感じるんだよね。だからクリアすると毎回すごく感動する。多分ね、嫌味なキャラ、敵キャラみたいなのはいるんだけど、でも嫌味なキャラっていうのは誰一人としていないですから、まあそりゃ格ゲーだからね、ぶん殴ったりね戦ったりはするんですけども、でも平和なんだよね。あと好きだったキャラはボーマンかな。ボーマン好きだったな、かっこいいんだよボーマン。いや、じゃあアキラの言う喫茶店でしょ、やっぱりメイド喫茶に行きましょうよ。ここは喫茶店が客がかなり多いし。おお、ひなた、そんなハートマークつけられたらさ、どうすりゃいいわけ。あー、ちょ、出ました、俺の、もう今これベストの画面ですね、これ今ね、俺の一番いい、もうツートップですよ。ボーマンか、スリートップです、俺の中のスリートップが今喫茶店で実現しておりますよ。すごいな、ボーマン喫茶店で働いてるのか、やってるのか。欲を言っちゃえば、あのフルボイスだったらもうすごい最高だったななんていう風にもね思っちゃうんですけどもね、まだこの頃の俺はあのゲーム実況をしててセリフを読むということをしてなかったですからいつぐらいからかな、なんか多分お嬢様エクスプレスの途中ぐらいから、あ、セリフちゃんと読もうっていう風に思い始めたんですよね。初期の頃は本当にもうそういうのもやってなくて、ゲーム技術や知識もあるわけでもないのに、うん、だからやっぱり喋ることしかできないんですけどもね。だからこのジャスティス学園でもミニゲームに挑戦するみたいなイベントが結構たくさんあったんですけども、ミニゲームはどれも散々な結果だった覚えがありますね。本当にね、そういうゲームセンスみたいなのはないね、俺はねちゃんとプレイできてないですもん、その辺の。でもなんかこのゲーマーとしての勘みたいのはですね、これは二子ら辺からちょっと芽生えてきたものがありまして、結構、あ、こっちの選択肢行ったらどうなるかみたいな、そういう読み、恋愛ゲームの読み、ここのイベントまだ追求してったらなんかあんじゃねえのっていうような、そういう読みがね、大したことでもないんですけど徐々に分かるようになってきました。ただジャス学の頃のミニゲームは俺はひどい、ね、ひょっとしたらね、このプレイを参考にして動画を見てくださった方もいたかもしれない。これ何の参考にもなりませんよ、本当に頑張るぞ。うわ、すげえ頭尖ってんな。位置について、おいよ、よい、おい、あおー、焦るな、よい、はい、走れよ大好き、走れよおはおい、ちょ、バカな、お前おじいちゃんか100m 26秒、危ない、お前最低記録だよお前ジャスティス学園はでもこれ L1 ボタンだったかな、 L1 ボタンだが1個でコマンド入力をしなくても必殺技を出せたりするっていうんで、
だからね、格ゲーが苦手な俺でもこれはものすごい楽しめたんですよね。またオープニングとエンディングが尾藤勲ということで、この曲がかっけーのなんの、いやー青春名作です。ブルーシカゴブルース、こう言っちゃなんですが、なんで2本目にこのゲームをチョイスしたんでしょうかね。俺はね、これだけやっぱすごい浮いてるよね、異質なんですよね。なんか初期のまだこのふわふわ感というか方向性が定まってない感がすごいありますけども、いやでもゲーム自体はねもちろん面白かったですよ。実写だということもあって、もうほとんど映画でしたね。主人公の JB ハロルドがねかっこいいんですよ。かっこいいんだけど、ただすぐ死ぬんだよJB。 ゲームの難易度自体はこれ結構高めだったんじゃないかな。なんかホテル帰るとさ、プシューってスプレーかけられて死ぬんだよ JB でゲームオーバーっていう。で一番驚いたのは、あの身分証明書を持ってないっていう理由でゲームオーバーになったっていうのをね、これゲーム史上初じゃないですか、身分証明からゲームオーバーっていう。これはちょっとある意味犯人が分かった時よりも衝撃的でしたね。ちょっとしたトラウマですよ。もう試験に戻る。ちょっとタバコ買ってくる。いてらいてらって、何をしてる。誰だお前。いや何も。ロッセンはタバコを買いに行った。あなたがリバティタウン警察のハロルド刑事。ああ身分証明書を見せてくれ。何者なんだこいつは。怖すぎの態度だな。確かここに。あっ、お、なんだなんだ、何してんだヒンチ。なんで殴ったの。何をするんだ。そいつが撃とうとしたんだ。ハンカチを取ろうとしたら殴ってきたんです。揉め事を起こしたいのか。この人は本当にハロルド刑事ですか。身分証明も持ってません。なんだって。え、なにそんな疑惑が生まれるの。ちょっと待って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 、え、ゲームオーバー。準備どうしたんだ。正直の空腹のシーン。え、あとは相方のロッセン。ロッセン、あいついいキャラしてたなぁ。いつもあの出かけるときに窓から顔出して JB どこ行くかいっつって毎回毎回言うから、このセリフを何百回と聞いたことか。うん、最終的にはね本当に憎めないいい相棒だなというふうに、思えてくるんですけどもね。いやでも途中このゲームの攻略も難しいっていうんで、結構俺もこれイラッときてたところもあったかな。うん、確かどこだったかな、どっかに聞き込みをしに行った後に車戻ったら、なんかロッセンがピザ食っててピザ食っててロッセンがこのピザいけるぜみたいなことを言い出した時はね、こいつが犯人でいいんじゃねえかとこいつを犯人にでっち上げちゃおうというふうにも思いましたけども。あーもう本当にね、もう動画ではすごいカットしまくり早送りしまくりだと思うんだけど、いちいちちゃんと全部ね、こうやって選択してやってるから、結構時間かかってるっていう俺の愚痴。俺の操作の愚痴。いやもう本当にさ、JB どこに行くかいって言われるたびになんかちょっともうイライラしてきたんだよね。もう、なんかね、ノイローゼになりそうだ。もうやめてくれ。JB、どこに行くかい。どこに行くかい。食べないか。このピザいけるぜ。なんだよこいつ。もう最後もある意味衝撃的で、犯人が分かって急に終わるからね。エンディング急に終わるっていうあの終わり方、ちょっと面食らっちゃったんですけどもね。でもなかなか珍しいゲームのジャンルだと思いますし、一応なんとか事件をね解決できましたから、いや本当ね、身分証は常に持ち歩こうというそういう教訓もね、ちゃんと学べましたから、ゲームオーバーになっちゃいますからね。ブルーシカゴブルース名作です。朝だぞ、早く起きてねお兄ちゃん。
お嬢様エクスプレス。もしも記憶を消してもう一度プレイし直すことができるというなら、俺はもう一度このお嬢様エクスプレスをプレイしたいな。やっぱ改めてね、クオリティが半端じゃないですよこのゲーム。立ち絵の数もそうだけど、イベント CG の多さっていうのがちょっと今までプレイした中ではダントツじゃないかな。それぐらいね、やっぱすごいですこのゲームは。この日本を縦断していくっていう設定もすごい新鮮で面白い。なんかね、いろいろな各地のその CG があったりするんですよね、観光スポットの。これは本当にね、良かったな。で、ここからだと思うんですよ、俺がロリキャラに反応するようになったのは。ここからなんで、翼ちゃんつってた、あそこから翼ちゃんからなんですよね、原点は。翼ちゃんはスレンダーでしょ。お兄ちゃんはどう思う？胸は大きくなったみたいだね。うひひ。そんなこれで合ってんのか。やだな、お兄ちゃんったら。そんなセクハラじみた。いやでもそっか、中学生女子だもんね。下ネタ好きになってくるお年頃なのかな。そっか、大きくなったのかな。やらしい、これ。やらしいですね。どうしたの？うん、なんでもないよ。ほんと、お兄ちゃんってエッチなんだから。えひそれじゃあね。もう、俺のテンションがわかんねえんだよな。なんだろう、なんかちゃんと、最後だしさ、しっかり喋ろうと思ってるんだけど、翼ちゃん間だとこうなっちゃうんだよね。ドラッグですわ。みんな可愛いんだよね。攻略していった順番で紹介いたしますと、セーナ、小麦、エレナ、静香さん、未来ちゃん、さとみちゃん、マミさん、ピーナ、カザネさんね、カザネさん、アキコちゃん、ナナコさん、アイちゃん、ちひろさん、しのぶさん、ケサミさん、ソノコさん、レイさん、キタカミさん、そして最後のツバサちゃん。おかしなテンションになってますわ本当に。いやー、なんとか全員攻略で、動画投稿数は59本。ほほー、59本すごいね。だって乗組員まで手出してるんだもん。この男本当にね、何のために日本縦断してんだっていう。車掌さんまで攻略対象キャラっていうのもすごかった。しかもこの車掌さんがね、もう完全に始まっちゃったの。しちゃったの。どうせならもっとちゃんとした形でキスをしたかっただけだよ。何、今まで散々いろいろいやらしいキスばっかしてきたくせに、いろんな女のこと。もうまたからかったのね、意地悪。ですよ。もうもうしばらく、もうこれ一緒にいてください。酒も入ってるし、出来上がっちゃう。マティーニ飲まそう、マティーニ飲ませてベロンベロンにしてさ、これはもうすごいな、博多の夜。え？ではこれはそろそろ私は戻らないと。ちょっと待って、これどういうことですか？なんでこんなバスタオル1枚になってんだ。シーツかけてんのか。え、今日はありがとう、とても楽しかったよ。ちょっと待って、これさ、こちらこそ。これご休憩しちゃってるんじゃないですか、もしかして。ちょっといろんなとこ行きたかったんだけど、ね、北海道からずっと一緒なのに。ちゃんとした形でキスしたの、もしかして、ね、これこうして済ませたのは今日だけですもの。おいちょっと待てよ、大事なところの描写がなかったぞ。一番次の時間だったら。私も。いや、これもう完全に事後だよね。セックスエクスプレスになってるよね、これ完全ね。セックスエクスプレスの小作りエクスプレスだよ、これもう。精一杯楽しんでくださいね。それでは。これ、やっちゃった。特に印象に残ってるキャラっていうと、でもやっぱそれぞれ本当キャラが生きてたからな。
いやでも本当にね、これきっとプレイした方、この質問されたらみんな悩むと思うんですけども、お嬢様エクスプレスで一番のキャラっていうのは決められないんですよね。みんな良くてみんな良くて、パッと見変なメガネだなと思っちゃう小麦やね、愛ちゃんだってプレイしてったらものすげえ可愛らしいし、ボーイッシュなセイナだったりね、あとは、静香さんとななこさんのね、あのコンビももう絶品だしね。で、桜井さんが絵描いてくれたりするのもあれいいんだよね。未来ちゃん未来ちゃんもうあれすごい良かったな、シナリオも。ピノーもね、ピノー、俺何回ピノーっつったんだろうな、あの時な。カザネさんのシナリオも俺、結構切なくて好きでしたね。あの、ゴロウとのお別れのシーンとか、結構ジーンときたな。最初にゴロウが出てきた時はちょっとびっくりしましたけどもね。いや、でもやっぱ一番切なかった、泣いちゃったのは北上さんかな。北上さんが初めて笑ってくれた時、あれはやっぱり泣いちゃうよな。あと涙したのは、名古屋でさとみちゃんに冷たくされた後に警備員さんが優しかった時いやでもあの警備員さんには悪いことしちゃったな。どうしよう。まずいな、このままだとこんなところで一泊になってしまう。うわピノピノじゃねえなんだこいつ。君たち何をしてるんだ。あ、ダメじゃないか、こんなところでウロウロしてちゃ。警備員のおっさん。警備員さん、警備員さん、よかった。名古屋の近いで初めてなので迷ってしまって。ちょっと話を聞かせてもらおうかな。いやいや、迷ってただけですよ。一緒に来なさい。おう、まずい、ここで補導されたら旅を続けられなくなる。大丈夫か、その展開。あの、実は落とし物を探してたんです。おう、それが母の形見の指輪で。おう、そうなんですよ、彼女の宝物なんです。そうは言われてもな、もうお店も閉まったし、ここに君たちがいては困るんだよ。でもしょうがないな。じゃあもう10分だけ手分けして探そう。おお、いい人じゃない。今明かりをつけるから。警備員、すみません、ありがとうございます。じゃあ私はあっちを探すから、君たちはそっちを探してくれ。おお、いい人でよかった。今のうちに警備員さんが来た方向へ行けば指輪なんて落としてねえのにな、うん、よし行こう、よし行こうじゃねえよ。警備員さん指輪探してんだぞ今一生懸命何度か駅に着いたな、どうなるかと思って。こんなにハラハラしたの初めて。でも警備員さんに悪いことしちゃった指輪探してんだぞ警備員さんは今。気にしない気にしないじゃないよ。楽しかった。ええ、とっても、これもおかげよ。どうもありがとう。いやいや、どういたしまして。でも俺を言うのは警備員さんにして。旅に出た理由が警備員さん指輪探してくれてんだから、いまだに探してくれてんだから京都にいる今でもいまだに探してくれてんだよ、名古屋で。だっていいね、ここまで来たんだもの。分かった、一緒に探すよ。じゃあ、まあ、探すっていうか、いまだに警備員さんが指輪探してくれてんだけどな。いまだに名古屋で探してくれてると思うよ、指輪。今現在3周年を迎えた今でも、名古屋で指輪を探してるらしいですからね、あの警備員さんはね。ずーっと名古屋駅をさまよってるらしいですから、もうそういう妖怪じゃん。もう都市伝説じゃん、もう。いや、でもね、このゲームはなんかそういうネタ要素もたっぷりで、トゥルトゥルリーとかありましたね。もう感想をこう話していったらね、本当はあのまとまらなくて申し訳ない、キリがないっていうぐらいなもんなんですけども、もしも、初めて恋愛ゲームをプレイするという方がいらっしゃいましたらですね、俺はこのお嬢様エクスプレスを推したいですね。それくらい名作です。
シスタープリンセス。やっぱりこのゲーム実況のチャンネルを語る上でシスプリという存在をなくして語れないと。それほど大きな存在、いろいろなターニングポイントにもなったシスプリシリーズです。だってシスプリは全シリーズプレイして全員攻略して別ルートもやって、合計動画数シスプリだけで237本というですね、この数はちょっと頭おかしい数ですね。これはね、8ヶ月くらいプレイしてたんだから、ずっとシスプリだけよ。ちょっとこれはね、やりすぎなぐらいなもんなんですけども、いやでもほんとずっと楽しかったですよ。だから8ヶ月間ずっと幸せだった。シスプリ最初にねこれプレイした時はやっぱりこの設定に戸惑ったんですけどもね、でも8ヶ月もやればもう妹が12人いる方が普通だと思えちゃう。それとね、やっぱ最初からヒロインの女の子たち、まあ、ヒロインっていうか妹たちなんですけども、妹たちが全員もうデレデレ状態から始まるっていうのも新鮮で、メールが送られてきてさ、ラブの後にハートマークがついてるっていうですね、衝撃だったね。ラブハートっていう。攻略した順番はカレンちゃん、マモルちゃん、四つ葉、アリア、ハルカ、サクヤ、マリエちゃん、白雪、リンリン、カホちゃん、チカゲ、ひなこちゃんということでね、この順番はどのシリーズも変えずにプレイしていきましたね。毎回カレンちゃんで始まり、ラストはひなこちゃんで締めるっていう。でもひなこちゃんで締める前に、その前のチカゲのインパクトが毎回ちょっとすごすぎるっていうのがあってね。チカゲは特にこの初代シスプリはね、世界観がぶっ飛んでまして、魔界とか言っちゃったからね。心配することは魔界来ちゃったよ。ない。すげえな、悠々白書かよ。やれればみんな。S 級妖怪か、お前は。さあ、兄くん。前に出て。どうも。すごく緊張するな。わあ、ちかげパパ。うわあ、なんだこの緊張感は。うわ怖えよ、怖えよ、バケモンじゃねえか。なんか今、うわ、しかも不合格。父上、なんだこれ。そんな、どうなってんだ、どういうことだ。あっ、千景、千景を通り連れていくんだ。戻ってきちゃった。不合格だって、兄くん。だって地下にどっか連れて、ここでなんだよ、ちょっと整理できてねえんだよ。でもここはいい感じに、まだ信じられない、地下が人間じゃなかったなって。そんな真面目に言うとこかな、これ。地下の別れ際に言うセリフ、また来世っていうあの一言も好きでしたね。で、他のキャラだったらそこのシーンはお色気イベントっていうシーンがあるんだけど、チカゲの場合だけなんか謎の手しか映ってないっていう謎の CG な、てってってってなんだ、てってっていうのはありましたけど、でもまああとはもうこれも本当感想を語ってったらね、本当キリがないぐらいいろいろあって、もうとにかくみんな可愛い、もうこれでもかっていうぐらい可愛い、可愛すぎちゃってましてですね、もう、でも最初の印象から一番変わったのはリンリンかな。リンリンプレイしてて、最初ね、兄貴お金ちょうだいって言ってて、なんだこの子はとは思ってたんですけども、でもリンリンシナリオをプレイしてて、メカリンリンが燃えちゃったよっていうあの炎上の下り、あそこがすごい良かったんですよね。あそこで俺は結構がっつり心をつかまれた感じがありますね。いやーでもやっぱ一人は選べないな、マイシスターは。いやーでもマモルちゃんも好きだな。マモルちゃん、マモルちゃんなんてハイパー可愛いですよ。マモルちゃん、あーマモルちゃんはね、もうな、急にテンションがおかしくなってきた。マモルちゃん、発作が出てきちゃいましたけど、思い出し可愛いが出てきちゃいましたね。思い出し可愛いマモルちゃん。それじゃ、そうそう、みんなのところに行こうよ。ここにいないってことは、あ、兄は一旦アリアちゃんの部屋に行ってよ。
よ。イヒアリアちゃんの許しはもらってるから。イヒアリアの部屋、そこにみんないるの。ち、違うよ。だってそれじゃ、イヒヒそりゃ僕は、でも、なんだよ、いや、あ、ほぉ南米の鳥が、南米の鳥が現れましたね、なんか今変な声出たな。兄ったら、僕もう知らないよ。もうなんだこれ、もういい、だもうなんだ、熱出るわこんな俺のリアクションが気持ち悪いっていうのはもうずっとね、これはもう致し方ない。でもそこはなんかこうシスプリで鍛えられたような気もしますね。鍛えなくていいところなんですけども。あとはそうだな、やっぱり昨夜も可愛いですよね。昨夜はあのお泊まりイベントかな、お泊まりイベントがいやらしいのなんの。でも BGM がずっちゃってずっちゃっちゃってなんかおかしかったんだよね。これどこ触られて、ちょっと待て、いや本当にいやらしいんじゃないの。ちょっと昨夜眠そうだぞ、本当に眠気を誘う効果があるのか。昨夜あれっていうか BGM、 おいずっちゃちゃずっちゃずっちゃちゃずっちゃちゃじゃねえ。そんなことないわよ。うん、何もしかして寝てないの。実はそうなの。これどこ触られてんの。今日の料理の特訓と仕込みで。本当にいやらしすぎない、ちょっとこのイラスト。うん、年齢が年齢なら抜けるぜ。この昨夜の鎖骨で愛の旅路へ。全然平気よ、眠くなんて。まだこの眠そうなところがこのセクシーだよね。っていうか BGM つっちゃちゃつっちゃちゃじゃねえんだよ。大丈夫、お兄様が来てくれたのに。あ、いいな、あくびが可愛い、あくび美人だな、このやっぱサイダーになんか入ってたんだよこれ。危ない薬がさ、うわやらしい、吐息が、吐息がやらしいけど、つっちゃちゃつっちゃちゃじゃねえんだよ。BGM、 お兄様、 BGM、 おい、私のものなんだから。誰にも渡さないの。おお、寝ちゃったよ、寝ちゃったところで、もうこれはもう本当に、お兄様、うわ、愛してる。すごいこと言ってんな。ひなこちゃんの元元元気の歌とかねえ、実際問題俺元気ない時とか未だに本当に口ずさみますからね。そしたら本当に元気になるんですよ、あれ元気の歌。いやあれはね、あでも歌で言えばやっぱりオープニングエンディングもね、シスプリシリーズは全部歌がいいですね。シスタープリンセス名作です。シスタープリンセスピュアストーリーズ、一作目の番外編ですね、ピュアストーリーズ。いやでも一作目の CG が全部見れたりですね、サウンドモードがあったりで、それとクリスマスのイベントが追加されていて、そのね回想モードも可愛らしくて、一作目をクリアして迎えたこの番外編ですから、もうねなんか妹たちのキャラクター性を掴んだところでこういうのをやるとまた楽しくてね。でこれはもうね2になっても今に至るまでもずっとそうなんですけども、やっぱりシスプリってカレンちゃんですよね。それはなんかすごい改めて思いますね。シスプリってその全員がメインの作品でもあるんですけども、やっぱりカレンちゃんはシスプリの顔なんだなと、もう何回聞いてもあのカレンちゃんボイスのお兄ちゃんあのお兄ちゃん大好きがもうあれはねなんだろうね、脳みそふにゃふにゃになりますよ。ロマンティックなお話ですね。どうしたの、何か考え事をしていたみたいだけれど。昔ここでカレンに助けられたことを思い出してたんだ。え？カレンがお兄ちゃんを？うん。
お兄ちゃんに助けてもらったことなら彼何回もあるけど。うん、カレンが僕を助けてくれたんだ。遅くなっちゃったけど、ちゃんと俺を言うよ。俺言ってなかったのだよ。ありがとう、カレン。カレン。ああ、もう照れちゃって。よく覚えてないけれど。かわいい。マスオなら、どういたしまして、うん、お兄ちゃん。ああ、もう。なんか、とっても嬉しい気持ち。桑谷夏子すげえ。この喋り方もほんとすごいよね。吐息混じりでずっと喋ってる感じ。お兄ちゃん、うわ大好き、うわたまらんな。このピュアストーリーズでは声優さんの一言コメントっていうのがねついてて、それが聞けるのも楽しかったですね。回想モードもすごくしっかりしてて、結構なボリュームがありますんで、一言に番外編といってもかなり遊べるものになっていますよね。一作目をプレイした方はぜひチェキーでございますけども、四つ葉のチェキーは本当に使い勝手が良くてね、もう俺もしょっちゅう、もう今回でも何回か言ってるような気しますけども、しょっちゅう実況動画の中で、使わせていただいておりますチェキー。あとなるほどチェキほどっていうのもね、なるほどチェキほどは使っちゃうな。なんかそのゲーム実況をやっていて、一つのゲームの中でそのゲームの中でできるちょっとした流行り言葉みたいなのが自分の中でできることが多いんですけども、でもこのなるほどチェキほどはもうどのゲームでも一回は必ず言っているような、別そんなノルマを作ってるわけじゃないんですけど、言ってると思いますよ、なるほどチェキほどっていうの。初めて見た人からしたら何のこっちゃわかんない、こいつ何言ってんだってなりますよね。なるほどチェキほど、いや未だに意味はよくわかんないんだけど、なるほどチェキほどってでもすごい好き。普段からプライベートの時からですね、もう自分もあなるほどって言った後、心の中ではチェキほどって言ってますからね、ちゃんとね。完全にこれはチェキ。どう思ってますか？おお、そんなこと聞くか、インタビューにかこつけて。そうだな、だチェキだな。可愛い妹だと思ってるよみたいなこと言っちゃおうか。喜ばしてあげるチェキよ。可愛い妹だと思ってるよ。なるほどチェキほど、さすがは兄ちゃまですね。なるほどチェキほど。何、どういうこと、なるほどチェキほど、何を納得したんだろうな。では兄ちゃま、なるほどチェキほど、ズバリ聞きます。クリスマスのお話っていうことで、妹たちみんなでねパーティーをするっていうのはやっぱワクワクしますね。クリスマスいいね。やっぱこの恋愛ゲームにおいてクリスマスってやっぱり大きいですよ。あと意外とこの全員集合イベントっていうのが少ないので、これも貴重ですよね。ピュアストーリーズ名作です。シスタープリンセス2。シスプリはシリーズとしても最長でしたが、このシスプリ2はですね、単体のゲームとしても動画数は110本というですね、とんでもないボリュームですね。110本はすごいな。2になってもですね、もちろん可愛いよ、ますます可愛いよ。もちろん俺が一番好きなのは柿の本さんということで。柿の本さんハマったなぁ。あのかませっぷりすごかったなぁ。はるかのライバル的ポジションでバーン出てきたと思ったらね、全敗の末出れるというですね。柿の本誰だよ。あなたがあのはるかさんね。あの最近あなたの噂を耳にしますけれど、うん、習い事のおつまみ食いなど少子ですわ。やっぱ噂になってんだ、いろんな習い物してるから。私はお習字5段、柔道2段、すげえ、お茶もお花も名前をいただいて、うん、はっきり言ってしまえばあなたなんか私の足元にも及ばないことは分かりきっていますもの。ライバルキャラだ柿の本。でもあなたのような片っ端から何でも稽古事をしている方を見ていると、うん、もう肩腹痛くって。でもすごいじゃん柿の本。どうせ広く浅くで何も身につかないんでしょ、うん、そういうのをおけらげいっていうのですのよ。おおおほほ笑いだ柿の本。ポポポーですよね本当にね。あ、ポポポーじゃないのか、ポポポーか、一回はすポポポーで一回二個目で挟むんだったっけね。確かね、このはるかのポーは最大5連符があったような気がするんですよね。ポッポポポポンみたいな5連が最高だったような気がするんですけども。
いやなかなかこうぶっ飛んでいるキャラも多いですが、はるかもまさにそうだよね。でもそういうキャラクター性もアニギミ様を大好きだというそのブレないところがありますから、だからやっぱり可愛いんですよね。スタイルもいいしね。意外とシスプリ2では白雪ちゃんがちょっとお色気キャラというかお色気路線に作られてたようにも感じましたね。白雪がねすごいセクシーだったんですよ、あの雨降ってる時ね。おお、すげえ。兄さん、兄さん、傘を持ってるんですのね。これ気合入ってんな、このイラスト。いやらしいよ、おい。何、白雪っていやらしいんだね。もうエロキャラ疑惑がだんだん出てきてたけど、もう確信したよ、いやらしいわこの子。寒くはないんですけど。うん、でも寒そうだよこの格好。ですのーのあの口調もすごく癖になる。一作目でね、高見に弁当食われた時はどうなるかと思いましたけども。高見、あいつは怖かったな。ナチュラルにサイコパスだから。あいつは危ねえよ。目キラッキラしながらね。人の弁当食ってましたからね。怖いわ。高見怖いわ。いや、シスプリは本当は中毒性が非常に強くてですね。もう本当中毒ばっかりなんですけどもね。まあその白雪のデスノーもそうなんだけど、あとボイスで言えばやっぱアリアボイスじゃないかな。嫌か、アリア。弱ったな、どうやらアリアは妹さんの言うことを聞きそうにない。ここは僕がやるしかないのかな。妹さん、アリアは僕がお風呂に入れますよ。出たな、変態おじさん。アリアはきっと知らない場所に来て知ってる人も少なくて心細かったんですよ。そうなのですか。うん。アリア、僕と一緒にお風呂に入ろう。それなら嫌なことはないよね。あ、でも一緒にお風呂に入るのは2回目なんだよね。最初の頃にも一緒に1回入ったんだよね。でもその時は真っ暗で何も見えなかったんだよな。なら今回はどうだ。うん、規制を打ち破れ。頑張れシスタープリンセス。アリアの気持ちもわかるし、モードさんの言うこともわかる。どうしたらいいのかな。ニーヤ、どうして悲しそうなお顔をしてるの。あ、もうお風呂入っちゃったの。ニーヤとお風呂とっても楽しいのに。ねえ、あらららら。ちょっとちょっと、ないないない、だ、湯気が、湯気が邪魔ですよ。こりゃまたね、すっぽんぽんじゃないですか。アリア様、アリアの声を聞きながら死んでいきたいもんね。ずっと耳元で流された状態でもう本当に天に昇っていきたい。もう本当アリアのなんだろうな、アメ細工のようでございますわよ。もう洗脳とかに普通に使えるような、それだけの力がありますよね、アリアにはね。でもそう思っちゃってる俺がもう洗脳済みだからね。こんなことをラジオで話しちゃってる俺がね、もう、でもやっぱりひなこちゃん。ひなこちゃんはもう本当になんかもう唐突に叫びたくなっちゃう。ひなこちゃん、ブーブー、ひな、お兄様と一緒じゃなきゃお風呂入らないもん。あ、しょうがないな、ひなこは。一緒に入っちゃうんだ。うわぁ、これ大丈夫か、ちょっと。はい、お兄様ギリギリを攻めるなぁ。攻めるなぁっていうか、アウトだよ、これ完全に。あ、この曲は、あぁ、ひなこちゃん。お兄様、もっとこっちに来てよ。ありがとうございます。ありがとう、メディアワークス。この BGM を聴くとなんかもう安心するわ。お風呂のテーマ。あぁ、もうね、もう本当に。皆さんと一緒にお風呂入らせていただきまして。ありがとうございます。ひなこちゃん、そっちに行っていいんですか。お兄たま、ひなとこしょこしょしようよ。え、裸で、それはちょっとまずいっすよ。じゃあね、始まっちゃうよ。お兄たまのことこしょこしょしちゃうよ、うん、始まっちゃうよ。こら、ひなこダメだよ。何その無邪気さゆえの攻め方。これはいかんですよ。
これアウトですよ完全に。やっぱりひなこひょこひょだね。いや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 、ふしししし、おいおいひなこちょっと待ってくれよ。ひな、お兄様がこしょこしょしてくれるまでやめないもん。ベッティングじゃねえか完全に。いつどんな時いかなる時でもひなこちゃんは可愛いね。年齢とかそういう概念はないです。年齢とかそういう深い設定とかを考えたらいけないのです。確かね、誕生日が8月15日ですよね。ゲーム内にも誕生日イベントがひなこちゃんねあったような気がするんですけども、ろうそくが10本立ってましたね。年齢は考えちゃいけない。年齢はいろいろ考えたらアウトになってくるので、深い設定を考えたらいけないのです。いろいろなキャラクターがいる中でもね、マリエちゃんはちょっとこれまた特殊な立場の子でしたね。入院しているっていうことで登場頻度もね少なくて、ほとんどメールでのやり取りが中心でしたからね。でもこの物語の重みっていうのはね、マリエちゃんすごくあって、一作目でも死にかけてますからね。あれミカエル来てなかったらマリエちゃんやばかったですよ。で2作目でも死にかけてるっていうですね。うわぁ、怖え。ちょっと大丈夫かよこれ。しっかりボードの縁に捕まってるんだよ。ちょっと揺れるからねって、これちょっとどころの感じじゃないよ。大荒れだよ。大冒険になっちゃった。マリエ、マリエ大丈夫かい？はい。おいおい、マリエ大丈夫だよ、僕がついているから。まあ波がもうすぐのはずなんだけど、ようやく見えてきた。海岸が見えてきたよ、もうすぐだ。ん？おぉマリエちゃんが、おい、ちょっとこれ、どうした？マリエ、ぐったりして、倒れちゃったんじゃないの？マリエおいおいおい、これ、シャレになるぞ。ちょっと、なに？しかもこれ、転覆しちゃったの？マリエはどこだ？ちょっとな、え？バッドエンドの気配がすごいんだけど。今助けてやるからな、絶対に。もうこれ海の中潜っちゃってますよね。マリエを救い出してやらないと。なに、いやらしい。お風呂イベント好きだったな。お風呂イベント、あそこで流れる BGM がもう天国。ほんと妹天国をこれでもかと味わえるシスタープリンセス2、名作です。シスタープリンセス2プレミアムファンディスク、こちらも番外編とは言いつつ、名前の通りプレミアですよ。プレミア感たっぷりで、フィアストーリーズで待った回想モードはもちろん、新しい春のエピソードも追加されておりまして、これがねまたかなりありごたえありましたね。なんと言っても、シスプリ2では残念ながら登場しなかったゲーム1作目のキャラクターが登場するっていう、この演出が熱いね。いや、これは嬉しいよね。嬉しかったな、龍崎先輩。あ、泣かないで。出た、誰にだってミスはあるものよ。龍崎先輩。お久しぶりです。龍崎先輩、待ってたよ。本当にお久しぶりでございます。ゲーム1作目の時以来だよね。そうで、2に出てきてくれなかったから、龍崎先輩。ひれーひれー、お兄ちゃま、頑張れ、お兄ちゃま。なんかへこんだ時とかにこれ聞いたら本当に元気になれそうだわ。いいねこれね。これは本当にすごい。この前見た先輩たちと比べても遜色ないよ。このステップは確か練習で何度も失敗していた。完璧にマスターしている。おめでとうカホン、もう立派なチアリーダーだ。レッツゴーレッツゴー、お兄ちゃま。恥ずかしい。ファイトファイト、お兄ちゃま。妹たちの成長物語っていうところでもあると思うんですけど、特にカホはそれを感じたかな。ドジっ子だけど努力家で頑張り屋さんのカホちゃんがね、
なんかこう頑張ってレッゴーレッゴーお兄ちゃま、なんかね勇気をもらえる生きようと思える、このね、だからカホのチアを本当にね心に来るものがあるんですよね。本当に応援されてるような、生きようと思える生きてないといけないなってね。このファンディスク、なんとメカリンリンも再登場。いやこれ嬉しいね。ファンディスク、名前の通りファンの心をがっつり掴んできますわね。でもこのゲームね、このリンリンのねベストシーンっていうのが自分の中ではあって、これほんと何気ないちょっとしたイベントのね一言の会話なんですけども、リンリンがなんでもないよっていう風に言うところが、もう俺はこれ俺の中ではリンリンベストなんですよね。あのシーンすごいよ、あそこの言い方は秀逸。それじゃあ兄貴、今日はありがとね。うん、どれだけ歩けるかとかそんなことよりも、ずっとずっと兄貴のことが分かったような気がする。本当？うん、それに私のことも、うん、なんでもないよ。あー声を出さずにはいられない、もう本当ごめんなさい、本当うるさいよね。で、ちょ、もういい、もう一回聞いていいですか、今のすごくないですかこれ。なんでもないよ素晴らしい、スタンディングオベーションですわ。なんでもないよもうここだけを切り取ってずっとループして一日中聞いてたい、ね、兄貴大好き、しかも大好きももらっちゃって、大好き、なんだろう、胸がドキドキしてくるというか顔が熱くなってくるというか、なんでもないよたまらん、なんでもないよっていうね、すごいよね、あれアドリブなのかな、なんでもないよ、いやー好きもう唐突に告白しちゃったけど、ついに告白し始めちゃった、もう好きだねリンリンね。プレミアムファンディスク再登場で言えばやっぱりこれも驚いた、怪盗クローバー、アドバイザーっつってたもんな。アドバイザーって誰だ？ああ、とりあえず行ってみよう。遊園地にも行って動物園にも行っちゃう。賑わってるな。というかみんな浮き足立ってるという感じ。四つ葉はどこにいるんだろう。ふふふふ。すぐわかるわ。おはようございます。お久しぶりですね。怪盗クローバーだ。うわ、なにこれ、出たな怪盗グローバー、お久しぶりですね、アドバイザーってお前かよさあそれでは行きましょうか、四つ葉ちゃんの兄ちゃま、これほんとね、ファンからしたらほんと嬉しい再登場ですよね。一作目のキャラがこうして出てきてくれるっていうのは、うわ嬉しい。ちょっと待って、クローバーの格好で行くのかいって、ほんとそうだよね。この格好や動物園、これ入場禁止だよ、これ。怪盗クローバーがいれば、あなたは怖いものなし。お前が怖えよ、クローバー。以上のシスプリシリーズ4作。ねえ、本当に心から楽しませていただきましたよ。シスプリに出会えてね、よかった。プレイしてよかった。心からそう思えます。ありがとう、メディアワークス。シスタープリンセスプレミアムファンディスクも名作です。トワイライトシンドローム探索編。トワイライトシンドローム、このゲームはですね、前編後編に分かれておりまして、両方プレイしましたよ。前編にあたるこの探索編はですね、ゆかり、ちさと、みかとの始まりのお話。いやー、最初はこのゲームね、脅かし系のホラーゲームなのかななんていう風に思って、すごいドキドキしながらねプレイしていたんですけども、これが予想以上にシナリオが濃厚でね、彼女たちの青春の物語なんですね、これは。
それに気づいたのは第二の噂、音楽室の MF やっぱここじゃないかな。多分プレイした方も音楽室の MF で、あれこのゲームやっぱちょっとなんか違うぞっていう、違うぞっていうのは、やっぱそのホラー色はもちろんあるんだけど、ホラーなだけじゃないドラマがすごいぞっていうね、なんか演出の凄さみたいのも感じましたね。人間関係のドラマがすごくちゃんとあって、ずっしりあって、またあそこで流れる BGM、 レイニーはね超名曲です。俺はもうちょっとこれ大げさじゃなくて、ゲーム史に残る名曲 BGM だと俺は思ってますね。レイニー、カレンダー、このカレンダーさっき見たけど、え、なんか気づくこと、何、ミカ何に気づいたんだ、このカレンダー先月のですよ、そういうことかい。うん、めくっといてあげよう好きにすれば、うん、そういうとこ几帳面なんですよ私と出たよほらこのカレンダー、そうか、そういえば千里もさっきなんか反応してたもんな。なんだこれ、うわ気持ち悪い、うわこれは気持ち悪い。あ、レイニー弾けるようになった、中間終わったらまたピアノ教えてね。新人の可愛い子だけど浮気しちゃダメだぞ、ずいぶんここで待ってます。放送かけたのに私のこと避けてるの、ずるい嘘つき、二人がみんないなくなっちゃえばいいのに。でもダメ、嫌いになれない、調査役死んじゃえばいい、神様はいるの、嘘つき、あい、誰かあいつを殺してください、殺して、病んでるなぁ、藤田真由美MF めちゃくちゃ病んでるじゃん。ちょっと恐ろしいぞ、夜のピアノってやっぱ怖いなぁ。あれ、ミカは、岸井さんは来てないじゃん。これはちょっと探さなくちゃいけないよね。この状態で一人きりってちょっとやばいっすよ、うん、意外と教室にいるんじゃない。ん、ミカなんだよ、どこ行っちゃったんだよ。しかもあんな喧嘩別れみたいなのした後に、なあ一人になっちゃうって。ミカ、どこにいるの？ミカのクラスってここだったよね。音楽室か。それ大丈夫？だって音楽室ださっき MF が来てたんだぜ。そこにミカいるってあいつ何考えてんだ。おお、びっくりした急にやめなさいって。これレイニーじゃないっすか、しかもレイニーでしょ、でしょ可愛くなっちゃったけど、でもこれいい曲だな、レイニー本当に入る気？やばくない？でも行かなくちゃ。大丈夫？あとは困った時の千里頼りでね。千里はね、一番やっぱ頼りになりますよ。あの子霊感あるからね。ミカはその場をこうかき乱すムードメーカーとして可愛いし、本当にね、このバランスの取れた3人組なんですよね。そのね、3人組の面白さっていうかね。プレイしていて楽しかったところなんですよね。だいぶ恨みがこもってるぞ、OL。千里、千里が寒い？マジっすか。ってことは、あるんじゃないの。おぉなぁなぁ、もう。まあ、全くびっくりしないですけども。俺は全く怖くないですけどね。おぉちょ、なに。もうほらちょっと、千里助けてわかんない。探索編はまたいいところで終わりますからね次回に続くみたいな感じで、もうそうなったら救命編もプレイするしかないじゃないですか。
トワイライトシンドローム救命編。設定とは何も変わっていないので前作から引き続き違和感なく遊べるものになっていますよ。前作ラストからの続きのエピソードということで、第五の噂ひなしろの森から始まります。これがまたいいエピソードなんだ本当にね、多分なんかアンケート投票とかしたらこのエピソードが好きっていう方は多いんじゃないかな。ベスト3には確実に入ってくるだろうなっていうぐらい、このエピソード、姫神さくら、この子がね、このさくらちゃんとね、そのミカ、連れ去られたミカのエピソード、これもまたオチが秀逸でね、あのオチね、見せる演出をしますよ ね。この救命編はね、本当にそのね、夕闇の少年タタラ君とかテレフォンコールのさっちゃんとか、あとスマゴ町とかねスマゴ町は結構難易度高かったな。なんかこういろんな幽霊がいてね、いろんな幽霊がいるんだけど、中でも印象深かったのは水泳部かなあれ濡れてるね、濡れてんのおかしいよこれって。あ、なになに、完全に来てるな。垂れてる水が。おいおい、寄せよ寄せよ、おい、うわ気持ち悪い。これイヤホンで聞いてると完全に変態変態からの電話だよこれ。何、う、後ろ、おお変態じゃねえかよいや今のはちょっとおかしくない、ちょっと違くないか。あんな水泳部の幽霊出るかうわ、思いっきり海パンだったしな。今のは普通に生きてる水泳部じゃないのえ、プールの水光ってない？何どうなってるの一体。おいおい。いや、これもおかしいだろ。これ幽霊じゃねえよ。これ水泳部だよ、普通の。なんで全員ブーメランパンツなんだよ。いや、これちょっと、これ受け狙いだろ。これ幽霊か？ウォーターボーイズじゃねえの。俺ゴーグルかけてる幽霊初めて見たわ。やっぱり笑いって緊張と緩和ですよねあの水泳部は笑うわ。なんかちょこちょこ挟まってくるね、そういうギャグ要素みたいなのも笑っちゃうんだよな。あの探索編の時にも、なんだっけな、なんか学校の七不思議みたいなのを探るっつって、なんか先生のホモの会話を聞くみたいなね、あのエピソードとかは面白かったな、妙に生々しくて。いやでもね、本筋は本当に深くて考えさせられるシナリオでね、最終話、裏側の街、こりゃ泣くわな、これはな、記憶がこうどんどんなくなっていくという恐怖、ね、記憶ってやっぱり宝物ですよね。自分の生きた証みたいなものでもあると思うし、それがなくなっていくという恐怖をこの最後に描いていて、これは恐ろしかった。変なこと聞くんだけど、担任の顔覚えてる？え？さっきから気になって思い出そうとしてるんだけど、全然浮かんでこない。え？思い出せる？忘れてる。うわぁ。私もだ。私たちなんでこんなに思い出せないことが多いんだ。このままだと何もかも忘れちゃうんじゃない？おぉ、なんだ？忘却。忘却？何それ？ここに来てそんな新システム？忘却って出たぞ。クラスの連中のことを思い出せない？え？教師だけじゃない、友達の顔も名前も一人もわかんない。キミカとか忘れちゃったのじゃ。もう先輩を思い出せるよ、誰かクラスの人間のこと。覚えてない。うーわー、どんどん記憶がなくなってる。
うわ、喪失だって。これ進んでっちゃ大丈夫？これちょっと。手がかりを探してみよう。うわぁ、これやだね。先輩、家族の顔を思い出せます？私忘れちゃった、兄貴の顔。母親も父親もなんだか顔がぼんやりとしか。うわ、なんかこの、あんまり気にしたことなかったけど、なんか、忘れるってすごい怖いね。トワイライトシンドロームは3人の友情だったり成長、青春物語でしてね、ホラー要素というよりはこのドラマ展開をすごく楽しめます。そりゃ泣くよこれは泣くよね。でエンディング見た後はもうこの3人のことがもう好きで好きでたまらなくなりますからね。トワイライトシンドローム名作です。はじめの一歩2ビクトリアスロード。これはこのまたなんだろうな、このチャンネル全体通してすごく異色のゲームですよね。はじめの一歩のですね、この世界観を舞台にしてボクサーを育成していくというゲームでして、もちろんメインは格闘ゲームで一歩たちを使ってストーリーを進めていくというモードもあるんですけども、ここではですね、私はストロング霧島というオリジナルのボクサーを作りましてですね、これストロング霧島の命名の由来はストロングゼロと焼酎を一緒に飲んでたからっていう、もうアルチューみたいなネーミングなんだけどストロング霧島、このゲームは本当にこれでもかというぐらい設定が細かくてですね、細かすぎちゃうぐらいで、練習メニューはもちろん食事やスパーリング、あと休日もちゃんと作らないといけないし、細かなメーターが全て作られてますよ。ストロング霧島くん最初ガリッガリでねでも練習を重ねていくうちにですね、筋肉もついてきてプロデビューして順調に勝ち進んでいってね、あの本庄というライバルがね現れてくるんですよ。本庄をやつと初めてぶつかったのは確かね日本タイトルマッチでしたね。うわすごい広さだなこれ。ライブとか生放送されてんだ。うわーめちゃくちゃいい筋肉だな本庄。チャンピオンさすがだわ。相手も努力してきてる。でもそれ以上にこっちもね頑張ってきてんだよ。努力したものが全て報われるとは限らん。しかし成功したものは皆すべからく努力しておる。言うと思った鴨川会長の名言でございますけど、それを胸に置いてもらいに行くね。そのベルト、おーらい本庄この野郎。あでも相手結構あれだね、前回のスピードスタートは違って割とストロング霧島君と同じタイプのボクサーだね。結構前出てくるわ。うわ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 、やばい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 、打ってくる。これインファイター同士の戦い、これはスタジアム盛り上がるでしょ神戸。これ相手頭突きしてきてねえか。うわもうすげえ遅くなってる動きが。いやでもこっちだってね体力あるんだよ。おお何この試合。うおー打ち合いだな。これはちょっと生放送で盛り上がるな。視聴率いいぞこれ。これは明日のスポーツ新聞一面飾るなよしこの距離なら本当だ。後頭部追い打ちどうだ、もう立てんだろ。立つのか、立つんだな。でも本当ここはチャンスよ。来てる、風が来てる。ここだ。なあ。はい、入った。どう？時間？ゴング？嘘だろ。今 TKO じゃん。またご。くそ、悔しい。今実質勝ってたんだよ。あと1秒早かったら。でも勝ってたってことはもういけるんだよ、勝てんだよ。ここだ、いけ、ストロングパンチよし。
ああもうギリギリだよお互い。うわあ嘘だろバカやめろお前。うわバカお前、今の反則だ反則。レフリー止めろ。えお前立てよ立てよ。キリシマキリシママジか。意外とこれがドラマティックに進んでいって、その後敗戦リベンジマッチがあって、そっからねなんとか進んでいって、世界の舞台に行って、で念願の世界タイトルマッチ。あ、国家斉唱だすごいちゃんとあるんだ。あ、でもそうだよな、世界戦って国家歌うもんね。おー、ダイナマイトグローブと書かれているあの文字。この日の丸を背負って今ストーリング霧島がこの舞台にやってきたわけです。その瞳の先、その霧島は胸の中で何を思うか。今までの戦いの日々、負け続けたこともありました。しかしその圧倒的なダイナマイトグローブで相手をリングに沈めてきました。さあ世界の舞台でストロングパンチは炸裂なるか。国家斉唱ありがとうございました。いやー、相手もちゃんとあるんだね。うん、飛ばしちゃおういいよね、しゃがないよね。うん、チャンピオン強そうだな。なんか目からしてギラギラしてるもんね相手ね。こいつはなかなかやりよる目つき顔つきをしておりますけども、こっちだってね、伊達にここまで戦ってきたわけじゃないですよ。今までの全ての思いを込めて行くぜ、夢の舞台へ行け。放てデプシーデプシーデプシーストロングパンチ。また最後の最後、引退試合の相手が本庄ってのがねこれまたドラマチックなことを本当にしていますよね。ストロング霧島君、いいボクサーに育ったんじゃないかなと思いますよ。まあ、確実にパンチドランカーにはなってると思うんだけどあれだけ打たれる前の試合して、危ない試合ばっかりしてましたからね。いや、しかし言わずもがな、名作です。ようこそ星の丘学園へ。星の丘学園物語学園祭。星の丘はですね、好きって言ってくれる方が非常に多くてですね、やっぱりこの学園祭をメインにしているというこの設定、これがもう最高ですよね。登場人物たちもまあ濃いですよ。濃い人たちが集まって、なんか90年代っていうこの空気感をねすごく味わえてね、この雰囲気俺もね大好きなんですよね。最初にも言った通り、そのね子供の時にやりたかったゲームみたいなうん、90年代のギャルゲーやりたかったなっていうあの気持ちをね叶えられてる、そんな気がして、一応なんとか全員攻略できましたね。男も含めて攻略しましたからね。でも星の丘は同時攻略が結構可能なので、難易度自体はそんなに高くはなかったかな。俺もプレイしていくうちにだんだんそのコツをつかんできましてですね、もうすごい部活の数値とかを効率よく上げられるようにだんだんなっていってですね、あれね、キーとなるのは食堂で新くんに話しかけると電動のぐぎりを食えるから新くん食堂に電動のぐぎり持っていますからね、話しかけるとくれるっていうのは、あれはかなり数値が上がるからね、あれはいいですね。なんで持ち歩いてるのか謎ですけど、でも新くん本当いろいろくれるからね、便利なキャラですよ。新くんの女装イベントとかも好きだったな可愛いんだよあの子、男だけど、いやでもキャラで言えばやっぱり俺は好きなのはルイちゃんかなあの子のインパクトなんだろうな、やっぱり木から覗いてるっていうあの恐怖イベントのが忘れられないんだよね。やっほー、あれ愛ちゃん何やってるのこんなところで。
こっちのセリフだよ。いや、どうすればいいこれ。別に。はあって。そんなに暇なら今度愛に付き合ってよね。これどっちのリアクションすればいいんだよ。まあいいや、考えておいてね。はあ、びっくりした急に。どういうイベントなの。びっくりした。ガーンつったぜ。すげえ見られてるけど。声かけようか。あれ何か用。黙ってる。黙って走り去ってった。何今の。ちょルイちゃん、ルイちゃん、なんだよ、怖えよ。うわ、トイレ引きこもった。曇りマークのまま急に攻めてきたアイちゃんに見られてルイちゃんがガーンって。もうなんなんだこれは一体。いや、ルイちゃんいい子なんですけどね。いい子でね、音楽部ですよね、ルイちゃんは。音楽部好きだったなぁ。かっこよかったなぁ。片栗さんがかっこいいんですよ。やっぱり文化祭、体育館でのその舞台でライブ演奏をするっていうのは憧れだよね。しかもそこで流れる曲がオープニング曲っていう演出がまた熱い。これ片栗さんを落としておかないとボーカルなしの演奏になってしまいますからね。星の丘はオープニングとエンディング、そして BGM もね、全て素晴らしかったね。言ってしまえば効果音も素晴らしいから、だからプレイしていて全然ストレスなく進められることができましたね。それぞれの部活が学園祭に向けて頑張っていって、本番当日にね、こう出し物をするわけだけど、ただ科学部はちょっとやりすぎだったんじゃねえかなっていう。あ、でいい時間だね。ちょっと一回行って、あの体育館行きましょう。ちょうど科学部がね、やってると思うんで、はい、見に行きましょう。科学部の発表、はい、見ていきます。よっ、頑張れ。私たち科学部は2年の歳月をかけて2年ついに完成させました。え、何を作ったのこれは。その研究の成果をご覧ください。何これ。桜井博士、試作1号機起動します。了解、起動します。かっこいいな、なんかスパローみたいになってきたな。桜井先輩、かっこいい、このかっこいい。大丈夫、桜井先輩いける。何、おー、なんだこのムービー。すげえ、ロボットだ、ロボット。本当にスパロボじゃん。何これ、かっけえ。これ作ったの科学部。すげえ、撃っちゃったよ。撃っちゃダメだろ、客席だよそっち。爆発しちゃうぞ。ちょっとした戦争だよ。科学部の技術と莫大な資金をつぎ込んだ集大成。そりゃ莫大な資金いるわ今の。何今の。かっこいい、何のゲームなんだよ。お前らすごいな。いつまで好き。花火さん可愛かったですけどね、科学部ね。あと内田さんとかも好きだったな俺。内田さんいいんだよな。あの子彼氏いたんですよ。彼氏いたんだけどねえ。でもそこにちゃんとそれぞれのキャラクターの物語があって、あとバイト先の子とか好きでしたよ。俺あの子に何回か振られてますからね。あの子落とすのちょっと苦労しましたけど、あとエリカちゃんだ。なんかもう思い出してったらほんとキリがない。エリカちゃん可愛かったな。褐色キャラ好きにはたまらないと思う、エリカちゃんねえ。エリカちゃんのね、そのイベントとかも最高だったんですけど、俺ちょっと覚えてるのが、その
普段の移動画面でうまい具合にこのカーソルを合わせてくるくるさせるっていうそのカーソル遊びっていう遊び方を思いつきましてですね、ぴょんぴょん飛び跳ねてる内田さん可愛いわ、内田さん可愛いわ。ちょっとね、この良き場所にこのカーソルを合わせてチョンチョンみたいな、はい飛び跳ねて飛び跳ねて、はい内田さんチョーン、はい楽しいの俺だけだろうな何やってんだよ、まったく。あ、にゃほら入るのか、にゃで、ちょっとくるくる回ってるエリカちゃんのちょうどいいところにこのカーソルをこのカーソル遊びはね、伝わらないからね、にゃ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 つってね、あ、ここだほらちょうどいい、これを軸にこうほら回ってるみたい、エリカちゃんがかわいいな。はいはい、すいません、クールさん、あ、終わっちゃった、一言だけです、追いかけよう、カタクリさん、あ、カタクリさんどこ行くの、カタクリさん今回は積極的にね、カタクリさん、あれどこ行ったんだろうな、追いかけて付け回していきますからね何とかして何とかして入れない、どのコマンドを入力すれば一体入れるのか未だに謎ですね。よし、トイレ入りたいわ。じゃあちょっとね、カーソルをいいところに置いて、エリカちゃんカーソル遊びはだから前回から言ったけど伝わらないからね、あれ、なんかなかなかここら辺、ここがここが、あれちょっと苦戦してる、あれこんなところで尺取っちゃしゃあないな、こんなところでこんなところ飛ばされるぞ絶対、あれダメだダメだ、ちょっと今回調子悪いですね。じゃあちょっと片栗さんのね良きところに置いてカーソル遊び、なんとかして入れないかな入れねえっつんだ、学園祭のあのワクワク感と恋愛のドキドキ感、まあ、それらが見事に融合した、あ、非常に遊べる、やり込めるゲームでした。最後にプレイした隠しキャラの不要ひとみちゃんね、不要さんのシナリオも感動的だったな、もうお疲れ様っていう感じでね、俺このヒューガ先輩のお疲れ様もう結構使ってますね、未だにね、お疲れ様今後も使っていきましょう、星の丘名作です。双子と恋をするというまたすごい設定のゲームでしたね。二人同時に主人公のことを好きになって、もうそこからのどちらか一方っていうんではなくて、二人同時に愛しちゃおうというだいぶ歪んだ性癖のゲームとなっておりました。いやでも面白かったなぁ、双恋なぁ、バキューンタイムっていうのだったり、ツインビューっていう独自のシステムがあったりだとか、あとボリューム自体もかなりのものでしたね。もちろん最初はその設定に戸惑ったよ、二人一緒、いや最初からなんかもう双恋はフルスロットルだったもんで、あ、始業式なんかね、なんだっけな、ツインビューシステムとか、ね、いきなり来ましたね、ジャンクションシステムだとか、なんかいろいろあるんですけども、私のこと好き、おい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 攻めるないきなり、うんうんじゃねえよ大輔くん、私のことは、大輔くんどうしたんだよ、すみれこちゃん好きおいお前この解消なし、こらよかった、じゃあね、じゃあね、でもこれで合ってるんだろうな、きっとこのゲーム的には、なーに、なんかバカっぽいな大きくなったら結婚しよう、息ぴったしですね、え、結婚、私は結婚するんだよ、カオルコちゃん、私とカオルコちゃんは子供の時結婚したいの、ね、うん、だって私たち大好きなんだな鼻水出たわなんかもういきなりすぎません、結婚って3人でもできるのかな、ちょっと伊助くんバカすぎないですか、これできるよね、うん、だって2人とも好きだから、おいおいおい、3人で結婚しようねうん、じゃあそうしよう、わー
どうしよう、納得しちゃった。わーい。バカなのかよ。私たちのことまだ全然知らないのは分かってます、うん、でもそれでも完全に一目惚れだったんですね。じゃあね、私たち、あなたのことが大好きです。もうそこまで行っちゃうのか。だからお願いします。はあ、私たちをあなたの彼女にしてください。さらっと私たちって言ってるのもすごいね。何これ、すごいな。私たち二人一緒じゃダメですか。あ、もうこのセリフこそがまさにこのゲームを象徴しているセリフなんだろうね。二恋の場合はその誰が好きっていうんじゃないんですよね。どの双子が好きっていう、二人一組で考えるっていう、二人同時のもうそういう特殊性癖がどんどん自分の中で培われていくというですね。俺は誰、どの双子が好きかっていうと、これも考えるとまた非常に難しい、本当個性的な双子たちばかりだったもんで、それこそスタイルのいい一条姉妹もいいし、ゆっくり進むういちゃんこいちゃんも癖になるし、まさにザツンデレな、サラちゃんソウジュちゃん、あの子たちも可愛かったな。で、大暴れのロリ枠のルルララだったり、あと先生の年上役の愛先生、舞先生。でも最初にプレイしたのがキラちゃん、ユラちゃんだったもんで、だからちょっと印象に残ってるのはこのキラちゃん、ユラちゃん、桜月姉妹かな。だって恋愛ゲームには必ずあるキスシーン、そのキスシーンですら二人一緒でしたからね。これも驚いたな。やべえな。それじゃあ約束通り。ね、ご褒美って。もう少し。おいおい。始まっちゃうよこれ本当に。え、ご褒美、背をかがめるの、一体何がもらえるのかな。いや、なんとなくちょっと想像は、うわマジマジか、始まっちゃったよ。えらいこっちゃ。こんなちょっと今俺のリアクションでチューが聞こえなかった、ごめんなさい。もう一回聞こう、これ静かにします。いきますよ。チュー、もう今死にたい。今幸せの絶頂の今死にたい俺。うわすげえ。何回でも、いやこんなんだってこれ 3P だよ。序盤でも少しお話しましたが、二恋をプレイしていたらへんからですね、ちょっと私も恋愛ゲーム慣れしてきたというか、よく時を巻き戻すっつってね、選択肢をやり直すことをしていますけども、それも確か二恋らへんから始めたような気がするんですけどもね。ね、特にその成長具合がよく出ていたと思うのが、一条姉妹のエロ本イベントだったと思うんですけども、エロ本のイベントを見ようともう何度もやり直したっていう、もう必死なね。それと一条姉妹の二恋の特徴の一つで、採寸イベントがエロいっていうのもあってね。これは近づきすぎじゃない？採寸って、こういう風に測るもんだっけ。すごいねこれ。いやいやいや、そうたけが近すぎるでしょう。この状態はまずいって。顔が近い、もうちょっと近づかないと。いや、この状態で採寸したらだってちょっと大きめのサイズになっちゃうよ。どしもれたですね今のはね。ごめんなさい。いや、なんでも考えないようにすればするほど背中から柔らかさを感じて、いやらしいこと考えてんな。まずいまずいまずい、ね、こっちとら思春期やぞ。大きくそれはダメだろ、カオルコちゃん、それはダメだろ。この発言は立ち上がっちゃって、俺思わず今なんかもうクラクラしてきた。双子用意してきちゃった。もう双子は他にもゲームが出ていて、これは多分シリーズ繋がっているってわけでもないとは思うんですけども、
ちょっとこれらの作品にもですね、いつか手を出してみたい、またこの双子たちに手を出してみたいと、もう二人一緒じゃなきゃ愛せなくなっちゃうというですね、特集聖域双子名作です。あやかし人間くの一番、いわゆるユリゲーというものですね。主人公の女の子カエデちゃんを操作して女の子を落とすというですね、ユリ、しかも設定は忍者学校というユリ忍者でございますよ。まあ、忍者とは言いつつ戦隊ものみたいな衣装を着てるんですけど、それもまたなんか可愛らしくてですね、戦闘システムがあったりだとか、授業を選んでパラメーターを上げていく育成モード、最初はちょっとこう複雑そうで戸惑いましたけども、でも慣れてしまえばね、これも要領をつかめると思うので、割とねスムーズに進めることができますよ。これもねユリ好きの方にはたまらない作品だと思いますよ。月葉様が可愛いのなんの。月葉様、え、なになに、お、なんか手裏剣投げの居残り特訓を受けている。え、居残り、え、えい、可愛いな、いやらしい衣装だよ。あー外れちゃった。あーだ、全然、えいえい言ってるけど全部外れちゃった。月葉様、月葉様は手首で投げてるから狙いが定まらないんですよ。先生も言ってたじゃないですか。ほうほうほう、うん、でもよくわからないの。難しいよねって言っても、俺も手裏剣投げたことないから手裏剣は手首じゃなくわかんないけど、肘と目で投げるんです。失礼します。お、お手本見せますか。肘がきちんと回転していれば、手首は勝手についてくるんです。来ましたわ。ではしっかり目標を見て、うん、月夜様、私の顔を見てちゃダメですよ。ユリ来たね、これだよ。こんな大接近、手取り足取り、足は取ってねえけど。ごめんなさい。でもやってることが手裏剣を投げる練習だからね。結構物騒なことやってんだけど。でも顔見つめてたんだってさ、月夜様が。ん？月夜様の手って柔らかい。月夜様どうすればもっと上手くなれるかな。これも結構難しい選択だね。いやでもこれ上の方がいいんじゃない。月夜様の手って柔らかい。月夜様の手って白くて柔らかい。あ、筋肉もついてないし、もうレズだ。これもう楓ちゃん大丈夫？ドクドク言ってレズの鼓動が聞こえる。あ、いいえ、なんでも。そう？なんか顔が赤いよ。あ、大丈夫？これもう入ったね。大丈夫です。スイッチ、心配しないでください。レズスイッチがなんか変、変、なんか変。うわー、すっげー、これ来たね、これ来たね、マジで。今のイベント良かったなぁ。良かったねぇ。攻略対象キャラっていうのは3人でちょっと少なめではあるんですけど、でも全員攻略して初めて、物語の意味が分かるというようなものになっていますね。いやでも、オオカちゃんとかも攻略したかったなぁ。オオカちゃんも俺好きだったんだけどな、姫姉様っつってね。そうですね、結構でもくだらないように思えて、このゲーム実はシナリオがすごくしっかりしているというのも魅力の一つですね。この最終的に明かされる黒幕とかね、結構驚きましたよ、展開に。結構マジで命のやり取りがありますからね。マイルシー、楓ちゃんと一緒の授業は楽しくて仕方がないわ。あら、護衛って言っても私がお役に立てているとは思えないし。あら、でも私はこうして無事よ。でも、でも楓ちゃん悩んでるな。楓ちゃんは立派に役目を守ってくれているわ。私とっても安心できるもの。月夜様、ありがとうございます。優しいな、やっぱり。おお、びっくりした。いた、え、ぐさっていった。おぉ、何？何？月葉様、刺された？切られた？月葉様、しっかりしてください。月葉様。ちょっと急展開すぎてついていけないんだけど。よかった、何が？急所じゃない、
相当血出てるけど。ちょ、え、これだから例の通り魔事件だ。月夜様、月夜、いや、また護衛の話をしてるこのタイミングで。やばいやばい、月夜様死んじゃう死んじゃう。バッドエンドじゃないよね。思想しましたか。ついてやる、まあ仕方ないですね。チャンスはいくらでもありますし。こいつが犯人なんだ。じゃあ、じゃあこの学校内に忍び込んで、おお、かすみ様、かっけえ、かすみ様さすが。誰の手のものかは聞かないけど、こういうのは好かないな。またツインテール悪い顔してんなこれ。忍者のレズビアンっていうの俺ずっと言ってましたね。あの神宮みたいのが妙にしっくりきてしまってハマってしまったんですけど。かすみ様、みゆき様だけど、やっぱメインは月葉様かな。かなり丁寧に作り込まれているゲームだなと感じましたよ。で、最初に言いましたけど、本当にね、ユリ好きにはもうたまらないそういう展開みたいなものがてんこ盛りだもんで。ちょっと二人で私を競い合って取り合うのやめて。楓ちゃんの家に近いんです。え、そうですか。結構遠いと思うけど。いや、ここで張り合う月葉様すごいいいな。あ、本物。じゃあここは楓に決めてもらおうか。平等だろ。そんな選択させますか。そうですね、そうしましょう。そうなんですか。ちょっとモテモテじゃん、楓ちゃん。楓ちゃん、このツインビューは難しいな。いやー、俺かすみ様断んのもちょっと気が引けるんだけど、でもやっぱここは月夜様しかないよね。月夜様と一緒に帰るでござる。月夜様、一緒に帰りましょう。おいおい、私はどうなるの。ごめんなさい、かすみ様。でもすみません。仕方ないな。じゃあ帰るわ。私、かすみ様帰っちゃった。あー、なんかちょっと心が痛い。じゃあ月葉様、こういう選ばせるのってもうほんと卑怯だよな。うん、いやでもこれでまた月葉様の好感度は爆上げだと思いますよ。おー、いや、イガサだ、うわいわいガサだ。ごめんなさい。でも、やったね、勝ち取ったね。うん、打ち取ったり。帰りましょう。月葉様、いや、これ幸せな時間だね。本当。忍者のレズビアン。出席を。オープニング曲、エンディング曲もいいですよ。特にやっぱエンディングかな。あのノスタルジー、レズタルジーというか、本当に何度聴いても心に染みるいい曲ですね。まあ、ちょっと結末のネタバレというのは避けますけども、でもこれ以上ないぐらいのハッピーエンドがね。ありましたね。いや、もうそこまで行くっていうような、もう突き抜けすぎたハッピーがそこにはありましたよ。これ必見ですよ、本当に。あやかし人間くの一番、名作です。リフレインラブ、あなたに会いたい。来ました、リフラブ一作目。舞台は桜崎町。大学生同士の友情と恋愛ね。え、こうなんだろうな、昨今使われている言葉でエモいっていうね、言葉よく耳にしますけども、まさにこのゲームのためにあるもなるのではないかと、ちょっと噛んだけど、あるのではないかというぐらいこのゲームはエモい。エモいって多分こういうことを言うんだろうなっていうね。リフラブはエモいよ。エモエモのエモだよ。エモモモでね、本当に、またこの豪華声優陣ですよね。豪華声優陣っていう言葉も最近よく使われている売り文句の一つだとは思いますけど、マジモノの豪華声優陣ですから。乾杯。おー、アニメすごいな、ほんと。あ、コウスケ照れちゃって。うわー、すごい雰囲気、盛り上がってんじゃん。
はあ。おい、みんな可愛いじゃないか。何の下伸ばしてやってる。レベル高いよ。うん、そうだね、みんな可愛い。せやから言うたやないけ、レベル高いって。皆さん、同じ大学の方なんですよね。はい。はい、そうです。コウスケ面白いわ、なんか。サークルが同じとか、そういうお仲間ですか？うん、別にそういうわけでも。女にモテないあぶれ者じゃないの？これちょっと面白いのが、ともみちゃんの声優さんがラン姉ちゃんで、このランちゃんの声優さんがコナンくんなんだよね。ちょっとごっちゃになってんのが面白いですね。あ、殴られてる。いってやな、何すんねん。太蔵、どうしたの？ねえ、しおこちゃん、何したんだよ。この人、やらしいことばかり言うのよ。ジョークやないか。セクハラ。シャレも通じへんのか。なーに、ランちゃんすごい酔ってんな。怖い。コウスケ、コウスケかわいいな。やばい、俺コウスケにしか目がいってないのまずいな。ほな次行こうか。太蔵ダメだよ、お酒飲んでもセクハラしちゃう。機嫌直して、せっかくの美人が台無しやで。高宮藩、高宮翔子藩ですね。何ですって？あ、田中敦子さんだ。ああ、道理でエロスが。そうや、好きなキャラはコウスケかな。俺はなんでこんなにコウスケが好きなんだろうな。いや、男友達でもね、タイゾウもいいやつだったし、てっちゃんなんてイケメンな上にいいやつだしね。でも俺はね、俺のタイプはコウスケかな。コウスケの部屋に遊びに行ったらコウスケが裸だったってやつ好きですね。コウスケのお家にも行ける。コウスケんちも入るの初めてだな。おう、珍しいな。うん、初めて。あ、入れよ。コウスケと部屋に二人っきり、何も起こらないはずがない。どんな部屋？なんで裸なんだよ。お前何してんだよ、部屋で。いやでもすげえ、ダンベル器具とか。お前なんか誘ってんのか。お前始まっちゃうよ。ウェイトトレーニングだよ。あ、お前もやるか、気持ちいいぞ。かといって裸で迎え入れんなよ。お前完全に、え、床が抜けるぞ。下から苦情来ないのか。そういえば下の住人は来てもすぐ引っ越していくよ。うるせえんだろうな、ガッタンガッタン。あ、プロレスラーにでもなれば。そうだな、それもいいな。誰にも負ける気がしないよ。いい筋肉してるな。おいおい、見せつけてくれてよ、コウスケ。始まっちゃ、かっけー。なにこれ、コウスケ。ともみちゃん、ランちゃん、しょうこさん、この三人で誰が好きかって言われたら、まあ、コウスケかな。コウスケはもういいっつんだよ。でもエピソードで言ったら、やっぱり幼馴染キャラは強い。ランちゃん好きでしたね。特にリフレインラブって喫茶店がね、重要な一つの舞台にもなっているので、この一作目ではね、ナオさんの喫茶店、このナオさんの喫茶店でね、みんなで集まったりして、そこでバイトをしているのがランちゃんですから、このね、だからそのバイトしてるからこその、あのなんかラストの口説き文句みたいのがあってね。俺これリフラブのすごいところだと思うんですけども、口説き文句もおしゃれなんだよね。メリークリスマス。クリスマスイブに一人なんて寂しい。言うね。何やってんだ、みんな心配してたぞ。ごめん、黙って言っちゃった。これ国際電話だじゃん、もう。絵の調子はどうなんだ？まだまだ食べてはいけないけど、頑張ってる。毎日が刺激的で、
来てよかったって本当に思うよ。そっか、頑張れよ。なんかいい空気だよ。こっちは今雪、今年はホワイトクリスマスだ。どういうこと？つまり、ラン、お前どこにいるんだ？今、公園。おお！やっと帰ってきちゃった。びっくりした。公園？マジか。帰ってきちゃったじゃない。電車で帰るんじゃないんだよ。そうだよ。オフランスから帰ってきたの？やり残したことがあったから。ああ、そういえばなんか言ってたね。やり残したこと。何？おお、この空気は。今から。ああ。マジか。え？よく聞こえない。難聴系主人公になっちゃった。あなたに会いたいの。タイトル回収きたな。うわー、これ鳥肌立つね。エンディングの方はちょっとあんまり詳しくはね、言わない方がいいと思うから言えないけど、でもアメリカンコーヒーのくだりとか、あれはまさにエモいよね。エモいってああいうとこ、しかもその流れから、テントンのブルームーンですよ。テントンでおなじみのブルームーン。あれはエモいなぁ。まだまだね、私はあの恋愛ゲーム自体の知識も低いので、もう自分の言える知ってる範囲での話になっちゃいますけども、自分の知ってる範囲では恋愛ゲーム史上一番いいエンディング曲と言えるのは俺はこのブルームーンだと思う。それくらい大げさじゃなくて本当に素晴らしい名曲ですね。このリフレインラブの世界観にもすごく合ってるし、いやー、あなたに会いたい名作です。リフレインラブ2、女子大生ブルマでおなじみの、いや別におなじみではないんだけど、でもただ女子大生ブルマのイベントはね、毎回見ましたね。舞台は前作と同じく桜崎。これファンは嬉しいのが、その前作のキャラクターが再登場したり、 BGM がねアレンジされていたりで、こういうねつながりを感じるのがやっぱ面白いですよね。なんか本当にもう桜崎ってあるんだなってなんかね思っちゃう。直接的に物語が関係しているわけではないんですけども、ただおそらく1作目をプレイしてから2作目をやっぱプレイした方が何倍も感動できると思いますね。おー、すごい、ちゃんといろいろと。マイミー頑張ってるかな。マイミーもナッキーも頑張ってるだろうね。入りましょう。うん、いいなこの、おお、タイゾーンいる。あー、コウスケも、じゃあ、あいつ何やってんだ、ね、あいつら。びっくりしちゃった。びっくりしちゃったね。今一瞬いたよね。レンタロウ殴られちゃったよ。うわー、弱ー、マイミーだね。弱すぎ。ちょっと、おい、え、ん、あんだ？何？男の声って。お！な！殴った。てめえ。え？え？え？ちょっと待って。てっちゃんだ！またお前らか。てっちゃん！マジか！かっこよすぎんだろ！どうしますか、リフラブ2の話なんでナッキーの話しますか。ナッキーの話をちょっとしだしちゃうとそれだけで30分ぐらいになってしまいかねないので、動画の切り抜きでもナッキー名場面集を作っちゃいたいぐらいの勢いなんだけど。いやー、でもナッキーもそうだし、マイミーもそうなんだけど、この前作からの登場キャラでしてね、前作では攻略できないキャラがこうして攻略対象キャラになって出てきてくれるっていうのも、これもまた最高ですよね。意外と良かったのが、
マダムね。マダムがね、なんか本当に結構ドキドキした。だって下の階に旦那さんがいるのに家に招待されるっていう、あれは怖え。マダム人妻を攻略できるっていうね。いやでもこれもなんだろうな、やっぱオチが秀逸でしたね。あ、こういう終わらせ方にするか、こんなセリフを言わせるかっていう、2作目ですごい好きになりました、マダム。スケジュールどうなってるかしら。結構忙しいんすか。あ、火曜か金曜でしたら旦那様はいらっしゃいませんが。悪いスケジュールだなこれ。話が勝手に進んでるよ。ヒーロー感だったわね。はい、谷口を迎えにやらせるか。え、いいよ、そんなこっちから行くけど。では私がお迎えに参りますので。旦那さんがいない隙にこっそり行っちゃうの、美里さんち。うわ、不倫だ。これ本格的に不倫だ。俺初めてだよ不倫すんの。そうですか。怖えよ不倫。でももちろんその新しいリフラグ2から出てくる新しい登場キャラクターたちも個性豊かでもう最高ですよ。素直さん可愛いしな。素直さんは可愛いよな。2の喫茶店だよね、その素直さんがやっている喫茶店っていうのがあって、もうそんな素直さんが可愛くて可愛くてもう困るわ、なんか。話すことがもう行ったり来たりとっちらかっちゃって困るわな。あ、もう好きなイベントも多すぎて。それじゃあちょっと物忘れの激しい素直さん総集編をどうぞ。雰囲気っていうのはたまらない。あ、覚えてるパターン、覚えてるパターンか。覚えてますよもちろん。お、今日は夜景だ。覚えてる、覚えてっから。俺覚えてっから、何でもかんでもずっと。痺れてるっていう。若年性の、覚えてるってんだよ素直さん。覚えてるよ俺、そういう病気じゃねえから。忘れてねえから。若年性のじゃねえから。どこか行きましょう。もちろんさ。で、覚えてっからね。俺覚えてっからね。そろそろいい加減違うの来るでしょ。覚えてる、覚えてるよ。覚えてっから。もう素直さんが病気なんじゃねえか説も出てきちゃってるけど、大丈夫か、どうしたの素直さん。なんでもない。なんでもないんだね。ここでね、きっとしんみりしたいい会話があると思うんだよね。覚えてる、覚えてるよ。覚えてっから。おいおい素直。素直よ、住みに来た。覚えてる、覚えてるよ。そのパターンかい。覚えてっから、スノーさん、おい、スノー。スノーよ、覚えてっからね。なんでもない。なんでもないんだ。なんでもなかった。覚えてるよ、忘れてねえからね。スノーさんこそ覚えてる。覚えてるパターンはもういいんですよ。もうそれは十分覚えてるから。覚えてるよ。スノーさん、俺覚えてっから。俺忘れてねえから。スノーさんも覚えててね。覚えてる、覚えてっから。覚えてっから、覚えてる、覚えてるよ。もう早かったね、備えてたからね。言おうと思ってたからね。リフレインラブシリーズも非常に長期的なシリーズとなりまして、これも半年ぐらいかな、プレイしてたのかな。で、なんとかね、隠しキャラのカオルちゃんまで無事全員攻略ということで、本当これだけプレイしてると本当に桜崎住んでいるようなヒーロー感の住人になっているようなですね、そんな感覚が生まれてきましてですね。だから終わっちゃった時はやっぱ寂しくて桜崎ロスっていうのが自分の中ではありましたね。なんか定期的にねプレイしたくなる面白さを、面白さと優しさがあるこのゲームには。そんなリフレインラブ2、名作です。プリズムコート、熱血スポコン女子バレーチーム育成ゲームでございます。これは熱かったね。多分この過去プレイしてきて一番俺がやかましかったのがこのプリズムコートだとも申し訳ありませんでした。もうね、熱が入っちゃってね、燃え上がったゲームでしたね。主人公は朝霧高校の先生、
女子バレー部のねコーチになって練習をしていくわけですが、最初のうちはね本当全然みんな動きも鈍くてね弱小校だったんですけども、だけどそこから鍛えていくうちにどんどんみんな成長していって、それを成長を一番最初に感じたのはやっぱ都大会かな。都大会相手は強豪校でもある十角館高校ですよ。この試合すごかったんだよな本当に。デュースに次ぐデュースで延長でもう試合の行方が全くわからなかったですから、15点ね取った方が勝ちなんだけども、最終的に20対何みたいな、いつ終わんのこの試合っていう、あれはさすがに喉枯れたわ。入っちゃったダメだ、相手はリーチの流れで、リーチの流れでレインボー、これは怖い、止めなければ負けが決まってしまう、虹を打ち破れ、はっ止めた、サマエちゃんが上げて、あかりちゃんスパイク入った、14対14、デュースだ、デュースに入った、ここから2点先取した方が勝ちです。さあどうだ、ああ15対14、十角館が一枚上手か、どうする、朝霧ここで全員全力を出し切るんだ、15対15、さらにデュースに入った、もうこれは勝敗がわからない、意地と意地のぶつかり合いだ、向こうも負けていられない、入った、16対10、もちろん恋愛ゲームとしての要素っていうのもしっかりあって、なっちゃん可愛かったな。これだから心残りなのがそのなっちゃんしかプレイできていないもんで、いつかね全員攻略していきたいな。なのでね、きっとまたそのうちプリズムコート再開プレイっていうのをねちょっとしようかなというふうにも考えているんですよ。他にもねそんな魅力的なキャラクターたくさんいたし、それにちょっと個人的にもまたやりたいこのゲーム。このただね、このがっつり育てていくってなると一周のプレイがねだいぶ長いのでね、とにかく中西先生のアドバイスを聞いてなんとかしていきたい。もういや、でも練習メニューを考えるのもね結構数字とにらめっこして真剣に考えた後に中西先生にダメ出しをされるっていう結構ねズーンとくるんだよね。いやでも中西先生あってこそだよな。中西先生が言ってくれなかったらもうガタガタのバランスになるだろうな。メニュー、それじゃあどうやって考えていこうかな。それじゃああっかりんにしておきつつ、そうですね、あかりんは本当に相当体力があるから、じゃあトリランやってローリングサンダーらへんもやっておきつつのツツーの何がいいかな。イントやっておこうか。いや、イントジャンプか、ジャンプやっておこうか。これで大丈夫でしょ。あかりさんなんですけど、な言われちゃった、中西ちゃん。僕の練習をした方がいいと思います。あ、中西ちゃんやっぱ中西先生こうでないとなこうやってダメ出ししてくんないと、ダメ出しっていうかアドバイス。え、ブロックか。でもブロックなら、じゃあブロックって俺もう単純だな本当に、言われたことそのまんま全部やっちゃうっていう。特に言うことはありません。あ、これでいける。さすがですね、やっぱ中西先生的確だな。
中西先生のアドバイスのおかげで強くなれてるようなもんですからそっか、ブロックか。先生が教えてくれるんだもん。中西ちゃん頑張ろうね。張り切っちゃうよ。ブロックの演習だよ。ぴょんぴょんしておりますね。中西アドバイスがあるのはやっぱうちの強みでもあるな。さあ、いい鍛え方ができました。そうだ、確かにここであかりちゃんのブロックを強化するっていうやり方もいいかもな。全国大会に行ってからはね、四天王と女王が現れまして、結構負けたことも多かったな。特に女王、あずっ、あゆかわ、こずえ。あゆかわ、こずえ、この子がね、まあ、強いのはもちろん、後半もキャラとしてもいい味を出してきましてですね、そのかつて主人公の必殺技だったサイコクラッシュを使うという、それも熱い展開ですね。リオちゃん、さあさあ、よし、あっ、あゆかわ、こずえが来たぞ。行くわよ、夏希。まさか嫌なトラウマがよみがえる。ここに来てまさかあゆかわ、こずえ、サイコクラッシュが来た。さあ大丈夫か、朝日に止められるか。これは本当ね、今回の決勝戦のね、もう敗因になってくるところですよ。サイコクラッシュを、見えた、夏希。これをサイコクラッシュを込めた、返した。これをカイちゃんがつなげて、かすみちゃんがソードトライアングル。お、サイコクラッシュ。すごいね、なっちゃん。はい、入った。いや、よし、これはすごい。よしだよね、夏希、サイコクラッシュ、クラッシュを敢行。すごいね、今の。ついにサイコクラッシュを。やっぱあの時の対策だ。古いな、夏希ばっかり教えてもらっちゃって。いや、このあゆかわ、こずえちゃんの乙女っぷりも可愛らしいけどさ。こずえ、サイコクラッシュは破ったのよ。エンディングも良かったよ、終わり方。まさにスポコン、王道なんだけど、それがいいんですよね。これね、すごい嬉しい出来事がありまして、実はこのゲームの制作の方にお声をかけていただきましてですね、数十年前のゲームですが、こうして楽しんでもらえてよかったですという言葉をですね、言っていただけまして、いや、これは本当に嬉しかったな。プリズムコート、名作です。上のパートナー、キティオンユアラップ。前回までね、アップしていました猫耳少女育成ゲーム。いやー、ともかちゃんいきなりともかちゃんの話題になっちゃうかな。ともかちゃんはなんかごめんね、なんかほんと申し訳ないことしちゃったけど、でも仕方ないよね。ねえ、メインヒロインは本来人間になるはずだった猫のミミちゃん、ユキちゃん、レナちゃんのこの3匹、この子たちを3人にしようというですね、この子たちとイチャイチャニャンニャンしようとするとなると、いつも声をかけてくるのが幼馴染のトモカちゃん。このトモカちゃんはもうほんと不憫でね、ですよね。何が喜ぶのかな、でもやっぱ女の子が喜ぶものが喜ぶ感じですよね。デパート来ましたね。ロラゼタトモカちゃん、なんでここで、トモ、もうこれ追われてんじゃねえの、ストーカーされてんじゃねえの、トモカちゃんにもう追ってきてるよ、これ絶対。あなたのところに何度も電話したんだけど。あ、そうなの。でもいなかったから。はあ、ご覧の通り買い物だったんだよ、だから電話は出れなかった。あ、ほら、もうてっきり他の女の子とデートでもしてるんだなって。もうそんなん言ってくる、もうトモカちゃん切ないよ、この子。そんなことはないよ。ねえ、もしよかったらちょっと待って、クリスマスを過ごさない、二人っきりで。攻めすぎじゃない、トモカちゃん。マジでまたそんなん言ってくる、この男のどこがいいの。トモカちゃん折れないな。いやこれはだから、もうこれこそ乗っちゃったらアウトだよ。
ともかちゃん、ともかちゃんの誘惑を断ち切らないといけない。俺も早く帰らないといけないんだにゃ。ミミちゃんが待ってるから。そう、痛い痛い、心が痛い、痛い、ね、うわちょっともうともかちゃん本当にごめん。でもな、ともかイブだからダメだってわけじゃないんだ。もう何でもダメなんだよ。ともかちゃんもうダメなんだよ。ともかちゃんもう勘弁してくれよ。もう俺の精神が持たないわ。もういいわ、今年はもう会えないからね。良いお年を。この子けなげだな。まあ、とにかく言っちゃえばともかちゃんをどうやって振るかっていうゲームの内容でもあるんだけど、あと印象に残ってるのがそのやっぱり最初にプレイしたミミちゃんで、ミミちゃんが体調悪くなっちゃってね、で家帰ったらすげえ成長してたっていう時、あれやっぱ初回の時は驚きましたね。あんな急に大きくなるんだ猫人間。猫人間っていう言い方は化け物みたいな言い方すんなよ。可愛い女の子なんだけど、あの成長っぷりはちょっと驚いたな。そっか、いや心配だな。さあまた一日経って夜、ただいま。あ、なんだこの BGM。 あ、なに、あれ、あれ、ん、あれちょっとでかくなってね。え、ミミちゃん、俺部屋間違えたんだ。あ、ご主人様、おかえりなさい。成長、あれ成長ってそういうこと、あれ。ねえねえ、私、うん、なんか大きくなったみたいだよね。洋服が小さいの。すげえ一気に大きくなったミミちゃん。ミミ、ご主人様、なんか喋り方もちょっと私のことジロジロ見てばっかり。いやなんかでもこのちっちゃい服着てんのもいいね。エロス、エロティックキャットなんだけど。猫耳好きの方にはね、もうほんと一番おすすめしたいゲームですよ。いろんな猫耳シチュエーションというものをね楽しめますから。なんかね、またあの猫神様のじいちゃんがね、いろんな衣装を出してくれるんですよ。本当にいろいろありましたよね。パッと出てくるだけでも猫耳ナースだったでしょ、猫耳、セーラーもあったし、猫耳晴れ着と猫耳浴衣もあったし、あーでも印象残ってんのは猫耳チャイナかな。じゃあ、あっちに衣装を準備してあるからすぐ着替えて。衣装気になるのはどんな衣装。はい、なんか今回はいろんなユキちゃんの衣装が見れてお得感がありますね。チャイナか。猫耳チャイナ来たか。そっか、これも新しいな。ちょっと表情固いな。めっちゃ撮られてんじゃん、これ。いやらしい、見えちゃう、見えちゃう、これ。何の撮影会だよ。これともかちゃん着る予定だったの。ともかちゃんも何しようとしてんだよ。でもなんだかよく似合っているにゃ。それにちょっと恥ずかしそうなところがまた。フェチをくすぐるね。バカ、俺まだその気になってどうするんだ。あー、いやでも素晴らしい、いいチャイナだったな、猫耳チャイナ。ほんといろんな属性があるな。恋のドキドキだったり、女の子の可愛さ、さらにそこに猫の癒し効果まであるというのがこのゲームのすごいところ。癒されたね。実際問題、このゲームをプレイしていた1ヶ月半ぐらいの期間かな、1回も風邪ひいてないですもんね。このゲームをプレイしてた時ずーっと元気でいられたから。膝の上のパートナー、キティオンユアラップ、名作です。さて、それではここからはいただいているお便りのご紹介です。本当にですね、送っていただきましてありがとうございました。本日のメールチェキ、あ、これを初めて有効的に使えた。もう一回言っちゃう、本日のメールチェキ、チェキしていきますよ。まずは1通目、お名前ジーヤさんからいただきました、ありがとうございます。本文、ゲーム実況3周年おめでとうございます。トワイライトシンドロームの実況動画の頃から動画を拝見させてもらっています。伊助さんの実況で特に印象に残っているのが、
星の丘学園学園祭なのですが、毎回必ず学園祭開幕言ってたねこれねと叫ぶサービスプリア、全キャラに愛情を持って実況をしてたり、男子キャラともエンディングを迎えてくれたのが個人的に良かったです。かっこあと毎回異様な速さでちびっこキャラに反応するところもさすがです。いろいろと感想は尽きないのですが、あやかし人伝くの一番やプリズムコートなど自分の知らなかった名作に出会うことができとても良かったです。ありがとうございます。これからもお体に気をつけて無理のない範囲に頑張ってくださいという、ありがとうございます。嬉しいこと言ってくださいましてそうなんですよ。でも星農家を好きだと言ってくれる方結構いらっしゃいましてですね、そのあんまり登録者数だとかそういうところは気にしてはいないんですけども、確かにでも星の丘ら辺から増えたような気もするな。そっか、あの頃からでも確かアイコンを変え始めたのかな。それまではずっとジャスティス学園で作った一番最初のゲド校のアバターあのアバターの顔面をドーンとアイコンにしてたもんですから、あれじゃどう考えても人来ないよね柄が悪いっつんで。それでね、このチャンネルを見てくださっているお友達の岩見清子先生にですねお頼みして、ひなこちゃんのイラストを描いてもらったんですよね。このイラストのクオリティもまあ半端じゃないですから、この方の画力凄まじいですからね。岩見先生はですね漫画家さんでございまして、今現在も連載されているコミックゆり姫にて連載されているカメラ女子を扱ったゆり漫画がありまして、ルミナスブルー、カタカナでルミナスブルー、ぜひねアマゾン等で検索してポチってくださいませ最高に熱いゆり漫画でございます。どうぞチェキーでございますよ、ルミナスブルーね。それとカノフィリアもどうぞよろしくお願いいたします。なんか宣伝みたいになっちゃったな、宣伝だなこれ。いや、メール送ってくださいましたジーヤさん、ありがとうございました。それでは続きまして、お名前ビリーさんからいただきました。伊助さん3周年おめでとうございます。いつも楽しく動画を拝見させていただいております。いつも楽しく、ハイテンションな伊助さんの体力は一体どうなっているのどうなっているの、今後は何のゲームを実況をしていくとか決まっているのでしょうか。よければ教えてください。それではまた来世ということで、あ、この方は兄くんなんですねきっとね地陰推しの方ですね。また来世また来世は秀逸ですよね。そうですね、私の体力はだいたいカフェインでドーピングしてますねカフェインハイテンションで頼っちゃってますね。あ、でもそれも割と最近かな、収録の前にコーヒーを飲むっていうのは。コーヒーかあるいはモンスターエナジーでドーピングしてますね。でもそういうことをし始めたのも割と最近ぐらい、リフラブをやり始めたらへんぐらいからでしょうかね。ちゃんとするようになったっていうのも言い方あれなんですけど、それと最近はですね立ちながら喋ってます。今現在もね、あ、わかるかな立ちながらですね、喋っていますよ。こう立ってるとですね、なんかこう通常よりも頭の回転がいいような気がして、なんかこうマイク一本前に立って舞台の上に立ってこう一人喋りしてるような、一人漫才してるような、そういうようなね感覚がちょっとあって、やってて楽しいんですよね。でもまあやっぱその分体力使いますんで、座ってるのとは全然違う。収録終わった後はぐったーり疲れちゃいますけど、でもそれぐらいね、気合い入れてやらないとなというところでございまして、そして今後プレイしていくゲーム、これはねもちろんありますよ。実はもう決まっているんですよ。次回からプレイしていくゲーム、そのお話は今回のラジオの最後にお話しさせていただきます。最後まで聞いてね引き伸ばしちゃうよ、飛ばしちゃダメだぞありがとうございました。それでは続きまして、お名前横山ノックさんからいただきました。ありがとうございます。一番面白かったギャルゲーについて、
ということで、シンプルだけどこれほど難しい質問もないな。一番面白かったギャル、一番か、一番難しいな。こう恋愛ゲームと一括りで言っても、その中で結構そのね、萌えのジャンルが違いますからね。でもやっぱり最新でプレイしているものがやっぱり最高、一番ハマっているものになるのかな。どんどん上書きされていくような感じ。現在進行形でプレイしているものが自分にとっては一番かなって思いますね。はい、ありがとうございました。そして続きまして、お名前岡山のクソ親父さんからいただいております。今まで一番ブルマを履かせたいと思ったキャラクター、ブルマを履かせたいと思ったキャラクター誰かということですよね。そりゃまあコウスケじゃない。すごい、なんか変態っぽさがすごいね、コウスケのブルマはね。変態感が半端じゃない。いやでも真面目に考えるなら、真面目に考えるようなことでもないような気がするけど、ブルマでしょ。でもブルマはそれこそちびっこキャラにね履かせちゃっても普通になっちゃいますよね。陽子ちゃん何が良かったって、やっぱもう女子大生ブルマのあのギャップがねすごい良かったから、素直さんとかいいんじゃないですか。素直さん似合いそうだな。素直さんやっぱりそういうちょっと年上キャラがねえ、20代以降の方がブルマっていう、それはいいんじゃないのかな。いや中でも素直さんが特に似合うような気がする。なんか脳内でパッと出てきますもんね、素直さんブルマってね。素直さんのブルマ喫茶店、ブルマ喫茶店でね、ブルーマウンテンみたいですけどもね、コーヒーの種類みたいになっちゃう。コーヒーの話じゃないんですけどもね。はい、ありがとうございました。続きまして、お名前ケロヨンさんからいただきました。3周年おめでとうございます。懐かしの90年代恋愛ゲームの雰囲気がとっても好きで、そこでもしゲームの世界に入れるならどのゲームがいいですか。これからも楽しみにしていまなっきーということで、ちょっとかすれ気味だったなっきー。はい、ありがとうございます。ゲームの世界に入れるなら、でもやっぱり桜崎じゃないですかね。リフラブの桜崎。でもそれは結構そのまま福岡行きゃいいんじゃねえかっていうだけの話にもなっちゃうのかな。そうだな。なのでこれは多分おそらく一番平和な世界であろうヒザパかな。ちょっとこのファンタジー要素もあって、猫が人間になっちゃう世界行ってみたいな、ヒザパ。あ、でもリアルな世界でもお嬢様エクスプレスの世界に行って特急ベガに実際に乗ってみたいっていうのはあるかな。特急ベガ乗りたいな、それいいな。ただまあ俺は人見知りなんでね、多分誰とも仲良くなれずに終わってっちゃう。特急ベガ、あのお嬢様エクスプレスでも一回バッドエンドありましたからね、誰とも仲良くなれずに終わっちゃったっていう、あれ悲惨だったな。大丈夫か、加古川いるか。加古川、お、加古川。いねえじゃん。え、これ何、バッドエンド終わった。悲しいイラストだな。なんだこれ、一人ぼっちだよ。こんな、うわ、男の一人旅でございました。結局何も得ることなく終わってしまいましたね。悲しいなこれ。うわ、振られた男の背中だよね。続きまして、お名前爽やかなデブさん、ありがとうございます。今まで実況したゲームで始まっちゃいたいキャラは誰ですか。1番目と2番目と4番目を教えてください。なんで4番目なんだろうね。4番目、トップ3には入らない4番目。
始まっちゃうよっていうのもね。これ本当同じことばっかり言って何回言ったんでしょうかね。ちょっといい空気になるといつも言ってます。始まっちゃうよ、子供ができちゃうよっていうね、この2セットで使っていますけどもね。始まっちゃいたいキャラか。いやでもこれまたさっきちょっと話題にも出たけど、素直さんかもしれないな。素直さんやっぱ強いな。だって未成年のキャラ多いですから、やっぱ未成年のキャラだけだったりね、ひなこちゃんとかはもう完全にコミック LO になっちゃうから、それはまずいでしょ、ラジオでそういう発言は。そこ始まっちゃうわけにはいきませんからね。なので1位素直さんっていうのはこれは結構いいんじゃないですか。1位素直さんで、じゃあ始まっちゃいたい。2位はちょっと意外なところで、二恋のみやびさん。みやびさんいいと思いますよ。あのひなぎく姉妹のルルララのお母さんですね、みやびさん、いいんじゃないですか、やっぱ人妻もの。みやびさん始まっちゃいたいですよね。でも人妻ものとなるとやっぱその流れでわかると思いますけど、じゃあ第4位はリフラブのマダムということで、人妻の魅力ね、あの妖艶さ、始まっちゃいたいよ。年上キャラいいですよね。ちなみに第3位はね、お嬢様エクスプレスの車掌さんですね。実際に始まっちゃってましたからね、子供ができちゃうよ。はい、ありがとうございました。続きましてお名前ザブーさんからいただいております。これねすごい、この方ねお一人で7通もメール来ちゃってんだけど大丈夫なのかなこれ。7通多くない？7通、ちょっと順番に紹介していきますね。いつも楽しく拝見しています。私的にはイヒヒが大好きなのでぜひ続けてほしいです。あと個人的には配信初期の頃の下ネタ全開のイスケさん、イスケ兄様も素敵だと思うので、もうガンガン言っちゃってください。質問は1、イスケさんの作業環境を教えてください。マイクはイヤホンは動画編集ソフトは。2、同様に音楽関連の機材は何を持ってますか、ご披露ください。3、何と呼ばれたいですか、また何と呼ばれてる時が一番興奮しましたか。お兄ちゃん、兄様、兄貴、先生、ご主人様、まあ、確かにいろいろあるな考えたら。個人的には白雪の動画をヘビーローテーションしているので、兄様、イスケ兄様と呼ばせていただきたい。4、昨日食べたオリジン弁当は何弁当でしたか、新実機を楽しみにしていますということで、ありがとうございますですの。俺まで白雪になることはないんですけども、はい、じゃあちょっと簡単にざっくりお答えいたしますと、環境はですね、プレステ2とパソコンをケーブルでつないで、アマレコというアマレコ TV かなっていうソフトでね、映像だけを収録して、で同時に音声は IC レコーダーを使って別撮りしていますね。それと AVIUTL というフリーソフトがありまして、これで動画を編集しています。編集つってももう編集らしい編集も全然してないんですけども、ほぼほぼ垂れ流し状態ではありますけども、音楽関連の機材はキューベースプロを持ってるんですが、これはまあでも DTM で使うぐらいで、実況の方では使ってないですね。で、何と呼ばれていた時が興奮したか、これ本当に考えたらいろんな呼ばれ方を過去してきてるんで、なんだろうな、でも確かにヒザパのご主人様は結構グッときたんだよな。でもやっぱりナッキーかな、ナッキーの先輩。あの先輩はやっぱあれは来るよな。はい、オリジン弁当には行ってないですね。弁当屋さんは静香さんの弁当屋さんが好きですね。はい、それではちょっとこのままのペースで続きまして、ともかちゃんが不憫すぎて夜も眠れません。しょうがね、ともかちゃんに関してはしょうがね。続きまして、ともかちゃんルートの配信の予定はありますか、ともかちゃんと結ばれてくれますか、ともかちゃんはしょうがね。
ていうか、ともかちゃん好きだな、ザブーさんは。いや、ともかちゃんルート自体がないですからね。あったら俺もプレイしたいぐらいなんですけどもね。ともかちゃんは、しょうがね。続きまして。ちょっと曲が違うな。四つ葉もテーマにしよう。兄ちゃまへ、兄ちゃま、チェキー、兄ちゃま、すごい、四つ葉の秘密メッセージ、解読しちゃうんだもん。ちょっとびっくりしたよ。まさか封筒にメッセージがあるとは思わなかったものね。四つ葉、改めて兄ちゃまをリスペクトしてしまいました。うふふ。だからね、兄ちゃま、明日四つ葉とデートしてくれないかな。兄ちゃまをチェキしているのもいいけど、ちゃんと会っていっぱいお話したいの。お返事待ってます。兄ちゃま、大好きです。四つ葉かしこっていうことで、はるかの毎回かしこってついてるの好きなんですけど、なんで四つ葉からメール来てんだこれ。シスプリ一作目の四つ葉のメールですね。四つ葉は一作目が好きか二作目が好きかっていうのも、でも結構これはね、議論になったりするかもしれないですね。でも一作目のやたらチェキチェキ言ってる、チェキサーブとか言ってるあの四つ葉もね、俺は大好きなんですけどもね。はい。それでは続きまして。余談ですが、私はシスプリ1の頃、あ、この人はシスプリ1が好きなんだね。シスプリ1の頃の四つ葉が抜群で大好きです。兄ちゃんはどの妹がベストでしたか？ベスト、マイシスターですよね。マイシスター、あれでもさっき白雪が好きじゃなかったっけ。あ、好きとは言ってなかったっけ。いやー、でも、あー、全員で欲張りさんだもんで、欲張りはしてもらえるなら全員好きです。いやー、もう欲を言わなくても全員、有無を言わさず全員、あるいは柿の本さんで。さて、続きまして、よく伊助さんと一緒に写っている帽子の似合う男性は誰ですか？友達、同僚、幼馴染、戦友、恋人、バンド仲間。恋人はおかしいでしょ。いつものスタジオ弾き語りを撮影しているのはこの人なんでしょうか。帽子が似合うのはともかちゃんで、カメラの撮影はエレナですね。はい、続きまして、ギター以外の楽器は何ができますか？今後やってみたいという楽器は何かありますか？音楽のジャンルは何が好みですか？ゲーム、アニメ、それ以外では。もうどんどんゲームの話題じゃなくなっていく。いいんですよ、そんな無理やりいっぱい送らなくても。そうですね、趣味だったり、音楽の関連のそういう自分のお話はですね、結構そのネットラジオ、カセットテーパーズの方で、がっつりお話ししているので、そちらもぜひちょっと聞いていただけたらなと。どうぞチェキーでございますよ。はい、以上です。ちょっとね、さっくりサクサクと進めちゃいましたけども、たくさん送っていただきましてありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。素直さんでピポちゃんぜ。まだまだいきますよ、メールチェキ。いや、本当にたくさん送っていただきましてありがとうございますね。お名前、匿名のラブリーエンジェルさんからいただきました。はじめまして、伊助さん、3周年おめでとうございます。ありがとうございます。お気に入りはリフレインラブ2です。好きなシーンはどのルートか覚えていないのですが、デートの約束を取り付けた主人公が嬉しくてヒーロー館内を走り回っちゃうところです。あー、やったかもな、そんなこと。膝の上のパートナーの主人公が掃除で酸っぱくて、猫ちゃんたちは大丈夫なのかなと心配になりました。伊助さんは女の子のキャラクター一人一人の可愛いポイントを見つけるのが上手だなと思います。もしよかったらゲーム実況をするようになったきっかけみたいなものがあれば教えてください。おー、あと伊助さんの今日のパンティの色を教えてください。はい、お便りありがとうございます。可愛いポイントを見つけるコツ、いや、これはね、でも下心だと思う。いや、でもこれは結構本当に下心、エロス心がやっぱりね、
作用してるんじゃないかな。いやでもやっぱ時に性欲ってね、すごいその行動力、威力を発揮したりもしますから、特に男の子はそうかもしれませんよね。プレイしているゲームもね、恋愛ゲームですから、やっぱり当然可愛い女の子多いですからね。ともかちゃんだって可愛いと思いますよ俺は。酸っぱい言われてましたけど、酸っぱい主人公だけど、いやあの主人公は本当にね、お風呂に入りなさい猫ちゃんたちがいるんだから。あの大家さんがくしゃみしてたのは猫ちゃんアレルギーじゃなくて主人公が臭いからだったんじゃないかっていうね、そういう疑惑もねちょっと生まれてますけどもね。それとゲーム実況をするようになったきっかけ、きっかけね、これがちょっと意外なところかもしれませんけど、最初はでもやっぱりそのトークのリハビリみたいな意味で始めたところもちょっとありまして、昔活動していたそのラジオが終わっちゃってしばらく何もしてなかったもんで、でまたそういう配信をするってなった時にちょっと一人喋りのラジオはいきなりちょっと不安だぞと、ああそうだ、じゃあゲーム実況というものをしてみよう、これはちょっと新たな挑戦だぞっていうところでね、まあそんなだからね、大したきっかけみたいなものは実は何にもなくて、でも始まりのきっかけなんてのはそんなものかもしれませんね。ただ今は自分ではですね、このゲーム実況チャンネルがとてもとても大事な場所だと思えるようになりました。あとおパンティの色今いい話してたのにおパンティの色の話になっちゃった。おパンティの色は知りたくないでしょそんな。そんな俺のおパンティ、いやナッキーおパンティですよ、ナッキーおパンティをじゃあもう自作しようかと思ってますよね。いやでもこれは結構ありかもしれないですよ本当に。最近はそういういろいろななんかあのオリジナルグッズを作れたりしますんで、だから多分パンツのバックプリントにあのクマちゃんの柄をポーンと貼るみたいなぐらいなのが多分作れちゃいますよね実際にね、ナッキオパンティ。ただ作ってどうすんだっていう話はあるんだけど、はい、あのお嬢様エクスプレスの翼ちゃん T シャツは俺も実際に作っちゃいましたからね。あれね、翼ちゃんが着ていたパーカーに書かれていたあの謎の文字をねそのまま書いた T シャツっていうのを作っちゃってね、よく着てるんですけども、演奏アカウントの方でゲームの曲をやるときは毎回ほぼこの T シャツを着て演奏していますね。お気に入りの一着ですよ。はい、ラブリーエンジェルさんありがとうございました。それでは続きまして、お名前白崎未来さんでいいのかな、読み方間違ってたらごめんなさい、白崎未来さんありがとうございます。3周年おめでとうございます。実は私はジャスティス学園からの視聴者で一番最初じゃないですか。もう長い付き合いですねじゃあね。ジャスティス学園からの視聴者でいつも楽しく見てました、そしてそんな私が気になっているゲームは恋する乙女と守護の盾です。あ、これコメントの方もいただきましたね。2つありまして、恋する乙女と守護の盾というやつがありまして、ん、恋する乙女と守護の盾同じやないか。実況して、いやなんかパターンがあるのかな、実況してもらえたら嬉しいですということで、そうなんですよ、ありがたいことにですね、たまにリクエストの方をいただきまして、リクエストいただいたものはねちゃんとメモして取っておいてありますんでね。でこの白崎未来さんがですねリクエストをおすすめしてくださった恋する乙女と守護の盾、いやこれねちょっと調べてみたら実際問題本当にちょっと面白そうなんですよねこのゲームね。ちょっと設定だけでもかなり俺の心はグッと掴まれたところがあって、2008年のゲームかな、もともとはそのパソコンの18禁のゲームだったらしいんですよ。それがあの PS2 版と PSP 版も出てるのかな、家庭用ゲームとしても発売されたっていうことで、いやこれはちょっとそのうちプレイしてみたいな。はい、リクエストいただきましてありがとうございます。意外とですね、リクエストいただいたもので多いのがときメモシリーズが結構多いんですよね。ときメモね、でも俺はやるとなるとその全シリーズやりたくなっちゃうタイプなんで、ときメモね、やってみたいんだけどな。名前呼んでくれるんですよね確かね、このシステムすごいですよね。はい、ありがとうございました。それでは続きましてお名前中台さんからいただきました。
伊助さんこんばんは。こんばんは。3周年おめでとうございます。ありがとうございます。伊助さんの実況といえばシスプリリフラブ、これにつきます。完全に持論ですが、というわけで聖地巡礼で早く福岡へいらしてくださいありがとうございます。中台さんは福岡の方なんですね。聖地巡礼行ってみたいな。リフラブの桜崎はね、もう本当にそのまんま福岡、あの写真も見させていただきましたけども、駅とかも割とそのまんまなんですよね。俺でもあの駅行ったら本当に夜市桜崎駅行っちゃいたいな、行っちゃうなでデートすっぽかされるんじゃないのすっぽかされた時はあのカクテルバーに行ったらマダムがいるかもしれないからいや行ってみたいな福岡。うん、あとあの茜ちゃんと行ったオーシャンアテナ、あれオーシャンアテナも名前は違えど本当に結構そのまんまあるらしいですね。いやだから本当に福岡に住んでいる方からしたらリフラブで言えばちょっと不思議なゲームですよねわここそのまんまじゃんみたいな、そういう楽しみ方もできるんだろうな。すごい面白そう。他に聖地巡礼してみたいゲームってなると、お嬢様エクスプレスは聖地巡礼するとなるともう日本各地点々としなきゃいけなくなるから、えらい大変な聖地巡礼なねものになってしまうと思うんですが、あとトワイライトシンドロームってあのひなしろ、あれどこなのかな。確かあの公園に心霊写真を撮りに行くっていうエピソードがあって、そこでね井の頭公園って書いてあったような気がするんだよな。だから三鷹の方なのかな。うーん、どうなんだろう、いろいろ行ってみたいですね。はい、ありがとうございました、続きましてお名前コスモさんからいただきました。伊助さんこんにちは。チャンネル登録者500人突破、動画投稿数500本突破、そして3周年おめでとうございます。ありがとうございます。伊助さんの動画に出会えて約1年、素敵な企画に参加できて嬉しいです。ああ、なんかそう言ってもらえて、こちらまで嬉しいです。初めて見たのは、お嬢様エクスプレスの動画でパンツパンツ連呼していて、この人はやばいかもしれないと思いながら見ていたのですが、気づいたらハマってしまい、そこから全動画一気見しちゃいました。おお、すごいな。楽しそうにゲームをする伊助さんが大好きです。あら、照れちゃう。個人的に好きな実況、はじめの一歩2。おお、プリズムコートも、実況として熱々でしたが、初めの一歩も負けていないぐらい熱々実況で、ストロング桐島くんの引退試合には涙しました。改めて見ても感動します。長くなっちゃうので感想はこの辺で。最後に実況したゲームの中で一番印象に残っているキャラクターを教えてください。それではこれからも更新楽しみにしています。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。こういう風に言ってもらえてね。なんか照れちゃうわ、本当に。いやー、一番印象に残っているキャラクターもちろんナッキー、ちょっと声がかすれ気味にもう一回、一番印象に残っているキャラクターですか。そうですね、それはもちろんナッキー、ナッキー、ナッキー、はいいい、ナッキーが出た時はね、やっぱ調子がいい時ですね。ナッキーの自分のその発声の仕方でちょっとコンディションが分かるって時ありますね。いつからこんな風に叫ぶようになっちゃったんだろうないやでも一番印象残ってる、一番っていうのはやっぱりね、こういう質問も多いだけど一番っていうのがなかなか決められなくて、でも記憶的にやっぱ一番新しく印象深いのは、まあ、ともかちゃんだよね。もうともかちゃんばっかりなんかネタにしちゃって、もうほんと申し訳ない。いやでもせめてネタにしないとな、ともかちゃんは。報われねえから。はい。そして、これね、実はコスモさん、プロのイラストレーターさんでございまして、この方、なんと、3周年のお祝いイラストを描いてくださいました。それがこちらです。はい、ドーン。すごいね、これは。こちらのファイル一緒に送っていただきまして、いや、これは驚いた。すごすぎるよ。こんなにたくさん描いていただいて、いや、これすごいよな。ストロング桐島くんとかもいるしね。ストロング桐島くんでも浮いてるなぁ、あと JB もいるし、
これ多分全部のゲームからね一人は書いてくれたっていうことですよね。いやこれ本当にありがとうございます。いや本当にねみんな可愛い、デーがうまい、さすが。いや俺ちょっとねコスモさんとは仲良くさせていただいてるから知ってるんですけど、このお方ねちょっと前まで1兆円だったんですよコスモさん1兆円だったのにもにもかかわらずこのイラストを描いてくれてた。お腹痛い中頑張って描いてくれたんだなって思うとねもう涙がちょちょ切れちゃうんですけども、いや嬉しい。右下のマイミアドナキア、これ女子プロエンドの衣装着てますねこれねでその上の目が死んでるリンタロウねよく見てるなこれもな。いやすごいわ。あでもよく見たらピノもいる、下にピノ猫ちゃんたちと一緒にいるんだ。はあ、いや描いていただいて本当にありがとうございます。ね、いやもうこれは本当にいくらかギャランティーをお支払いしないといけないんじゃないかというぐらいですね。あのナッキーオパンティーあげるねあの自作したナッキーオパンティーを送りつけますのでね、素敵なイラスト描いていただきましてありがとうございました。さてお便りは以上となります。いやー本当にね予想以上にたくさん送っていただきまして嬉しかったな。おかげで自作自演せずに済みましたよ。本当にありがとうございました。次回からプレイしていくゲームの発表はい、おそらくですね知っている方も多いであろうあの名作ゲームに挑戦いたします。しかもただの挑戦ではありません。そのシリーズ前作をプレイしていこうという超長期企画、題してトゥルーラブストーリー全シリーズやっちゃおうストーリー。はい、そうです。次回からプレイしていくゲームはトゥルーラブストーリー、とても有名な恋愛ゲームですよね。もうねほんとね今私の手元にねもう5つのゲームがあるんですけども、トゥルーラブストーリー Remember My Heart、 トゥルーラブストーリー2、 トゥルーラブストーリーファンディスク、トゥルーラブストーリー3、トゥルーラブストーリー Summer Days and Yet。 いやこれはすごい、これらを全部やっていこうと順番に全部やっちゃうよっていう。いやトゥルーラブストーリー自体はもう存在はやっぱり知っていましたけどプレイしたことはねないんで、どうなるか、これ下手したら1年ぐらいかかるんじゃねえかなっていうね、すごい長いくなると思うんだよね。どうぞトゥルーラブの世界にどっぷり浸ってですね、どうぞ一緒に楽しんでいただけたら、お付き合いいただけたら嬉しいですね。いやなるべく更新頻度を上げていくつもりですけども、果たしてどれぐらいかかるか、ちょっと不安なのが今使っている PS2 がそろそろやばいんじゃないかっていう不安がねちょっとあるんだけどね。だってもうこれ10年以上使ってますからね、10年もっとだな。たまにこのディスクを入れるトレイがちゃんと閉まらない時があるんだよねちょっとそろそろまずいんじゃないかっていう。ゲームのバグみたいのは今のところ大丈夫なんですけどもね、ひょっとしたら途中で PS2 を買い替えることになるかもしれませんねこれだけ今の時代いろいろな高性能なゲームが出ているのに、俺はあくまで PS2 にこだわっていきますよ。ここだけ時代が止まってる感じですけども、はい、なるべくね、更新頻度も上げていくように頑張りますんで、できればそのうち生放送みたいな企画もね、ちょっとできればいいかなと。まあまたそれはそのうちおいおいと、お知らせできたらなというふうに思います。今後は結構ね、そういった企画みたいなのもやろうかなっていうふうにはね、考えてはいるだけなんですけどね。企画で言えば、今回の3周年企画もう一つだけありまして、これ去年もやったんですけども、イスケゲーム実況でゲームした曲、弾き語りライブというものをですね、今年も演奏用アカウントの方にアップいたしましたので、
これもなかなかアコギ弾き語りでやるのは史上初じゃないかっていう曲ばっかりやっておりますので、どうぞこちらもチェキーでございます。さてそれでは今回はこの辺でお時間でございますね。いやーなんかがっつり話させていただきまして、これ最後まで聞いてくれた方はどれぐらいいらっしゃるんでしょうかね。まあ、最後はですね、ちょっとこれせっかくなんで今シスプリピュアストーリーズを起動しながらお話してるもんで、これねちょっとミニゲームがあるんで、これをプレイしながらお別れしていこうかなと。だってゲーム実況チャンネルだもんこれ最後ちょっとね、3周年企画、ひなこちゃんと真剣衰弱をしようのコーナー真剣衰弱してしながらお別れしていきましょうかね。ひなこちゃんとやりますよ、神経衰弱。お兄たま頑張っちゃうぞじゃあね、やっぱここはひなこちゃん相手がいいでしょうね、大人げなくいやキャラクターで難易度みたいなのは決まってないと思うんですけど、はい、ひなこちゃんとやりましょう神経衰弱。いや俺でもお兄たま苦手なんだよな、覚えらんないんだよな。じゃあまずここ、お近く言われましたよ。いえ、アニくん、ここ。あ、アリアか。お。ここがひなこちゃんで、ここがリンリンだったね。じゃあ、四つ葉、なんかうまい具合にばらけてんな。こういう場合、隣とかあったりしてね。あ、ひなこ、あ、ひなこ、あ、喋ってる。ひなこちゃん、ひなこちゃんさっき出てたんだよな。ひなこちゃん、ここじゃない？おー！ひなこちゃん！分かってた？本当かい？ゲットしましたよ、ひなこちゃん。ひなこちゃんカードはぜひゲットしたい。あー、マリエちゃんはどこだろうな、わかんないな、カン。え、マモルちゃん？あー、取られた。入ってたよ。近げ取られた。あれ？アリア、アリアさっき出ましたよね。うわー、もうダメだ、全部。リセットされてる、自分の頭の中で。頭の中のゲージ読むか、ここは？あ、あ、あ、サクヤ、ここ、サクヤ。あ、違う。あ、クシシシ。あ、でも、わかったよ。ここでしょう、アリア。で、ここもアリアでしょ。めっちゃいい勝負しちゃってる、ひなこちゃんと。あとなんか誰か出てたような気がするんだよな。ここは？あ、そう、あ、そうだ、ここさっき。自分でめくったやん。マリエちゃんでしょ？じゃあめくってないとこ、この辺とか。あー、カレンちゃんか。あー、マリエちゃんいたマリエちゃんいた。はい、マリエちゃんと言いましたよ。それ取っちゃうの？取っちゃったよ、お兄たま取っちゃうよ、イヒヒ。あ、サクヤ、サクヤどこだっけ、ここ。あー、違う、カレンちゃんあれ、マモちゃん、マモちゃんここじゃなかった。あー、マモルちゃん、マモ、おー、やったよ。あ、もう2対4。おい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 、このままのペースでこれ。あー、リンリンここだ。やった、始まっちゃうよ子供ができちゃうよ。あ、そう、ここカレン、俺カレンちゃん何回もめくっちゃって。あ、あ、でもいっぱいいっぱい頑張るクリアー、やった、なんとか1枚差で勝てました。ギリギリじゃねえかよ、あぶねえあ、2回勝負かこれもう1回戦ありました、もう1回戦お付き合いください。そうだよね、考えたら10人元全員いなかったもんね。うん、あー、リン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 、あれあれ、マリエちゃん、あれ、マリエちゃん、マリエちゃん、あー、ピンポンいっちゃった。うわうわうわ、一気に取られた。ピナすごい、やばいやばい。カホちゃん、カホちゃん、レッコーレッコー、カホちゃん。あー、ここじゃ、あー、うわ、すごい、今回のひなこちゃんすごいな、冴えてんな。あ、カホちゃん、カホちゃん、レッコー、マリエ、マリエマリエ、あれ、ここ、あ、違う、うん、はるか。あー、マリエちゃん、あー、はるか。あー、もう俺いけた、 2連続でいけましたよ。アリリ、アリリ、かわいい、かわいいな。やっぱりお兄様ってそっ
こいね。クリナゴちゃんボイスいいな。あ、マモちゃん。あ、やべ。あ、あ、ちょっとやばいんじゃない？負けちゃって。負けちゃった。あ、これで終わり？これで、あ、これで以上です。ありがとうございました。ちくしょう、この勝負は4周年の時にまた。ひなこちゃんありがとうね。はい、どうも3周年企画でございました。ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。以上、いすけでした。